頑張ることは未来の温かな言葉へのパスポート。ありがとう、ほら聞こえるはずだよ。私たち西野学園は医療・福祉の現場で活躍する卒業生を応援しています。学校法人西野学園。本日総合司会を務めさせていただきます西野学園生徒会の川本優と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本校講演会は西野学園卒業生が主となり、8つの学科の講演者の方々に認知症をテーマに講演をしていただきます。現場で勤務されている方々や患者さん、ご家族の方々が認知症への理解や関わり方、職種に対する理解を得ることを目的とし、人と人を結ぶいい機会になればと思っております。本日は特別講師として函館市にあります亀田北病院院長の宮沢二郎先生をお招きしております。座長は西野学園西洋会会長の今井直樹会長です。それではよろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました、西洋会会長今井直樹と申します。西洋会のウェブ講演会2021は認知症がテーマとなっております。ただいま川本の方からご紹介ありましたように、各専門職から認知症ケアに関わる講演をお願いしまして、そこから認知症の理解を深めるとともに、さまざまなシーンでの役割を知っていただきたいということで今回企画いたしました。最初に特別講演といたしまして、医療法人亀田病院分院亀田北病院院長の宮沢二郎先生をお招きいたしました。宮沢先生には、身近な病気認知症とは早期発見から治療予防までと題してご講演を賜りたいと思っております。恒例ではありますので、宮沢先生のご略歴をご紹介させていただきます。昭和62年、札幌医科大学医学部卒業後、神経精神医学教室に入局されました。その後、平成4年4月、時矢病院勤務を経まして、平成19年、札幌医科大学医学部神経精神医学講座の臨床准教授となられました。令和2年4月からは、現在の函館亀田北病院にて院長とし理事長として職務に当たられております。現在の役職につきましては、北海道精神科病院協会理事などをはじめまして、厚生労働省認定認知症サポート医など要職を務められております。傍ら北海道テレビ HTV の一押しモーニング火曜日レギュラーコメンテーターとしてご活躍されておりました。たくさんの学会および研究論文著書などございますけれども、主なもの、日本精神神経学会学会認定専門医および指導医、日本老年精神医学会など所属しておりまして、ただいま、現在はアルツハイマー型認知症のハイスクリーニング検査 MECDT の研究に携わっておられる、先生でございます。お忙しい中、今日は、ご講演依頼したところ心よく引き受けていただきまして誠にありがとうございました。それでは宮沢先生、よろしくお願いいたします。はい、今井先生、ご丁寧なご紹介誠にありがとうございます。函館亀田北病院の宮沢です。今日はよろしくお願いいたします。
はい、本日は認知症の早期発見、治療、予防という形で、少し多岐にわたって、雑白にはなるかもしれませんけども、お話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず認知症、これはあくまでも借地定義な定義なんですけども、脳血管性疾患であったりアルツハイマー、こういった後天的な病気によって、正常に発達した知能が低下をして、ここがポイントになります。日常生活に支障をきたして生活支援、介護を要する、こういった状態を認知症と言います。2012年の厚生労働省の調査では約462万人おられるという結果になっています。そしてこれはよく市民講座で説明をする項目なんですけども、最近周りからこう言われることはないですかということで、この頃だらしないんじゃない、風呂も入りたがらないし、ちゃんと着替えて、今までできてたことがなかなかしなくなってしまうとか、最近あなた寝言が多いわよ、ストレスがあるんじゃない、実は寝言もある認知症の一つのきっかけとなります。以前はそんなことで起こらなかったのにどうしたの、移動性の興奮、感情の、異変性、こういったものも、重要な症状になってきます。ちょっとお母さん、最近料理がしょっぱいけどどうしたの、特にアルツハイマーですけども料理の味付けが違ってくる、これも一つの、初発症状です。そして今日もサンマの塩焼きなの、飽きたんだけど、レパートリーが減少してきます。お母さん、冷蔵庫の納豆、とっくの前に賞味期限切れてるよ、冷蔵庫のいわゆる賞味期限等の管理がだんだん難しくなってきます。最近なんか同じことばっかり言うけどどうしたの、さっきも聞いたよという、同じ内容の話を繰り返してしまう。で、最近ご自身で確認をしていただいてますけども、あれ、今日何月何日だったっけ、いいかとやり過ごしていないか、あの俳優なんて名前だったっけ、いや名前が思い出せないな、そしてその俳優の名前を後から聞いても、あれそんな名前だったっけとピンとこない状態、あれ今誰か来ていなかった、いわゆる幻覚です。これらが認知症の初期に見られるほんの一例です。ですから必ずしも認知症というのは物忘れからばっかり始まるわけではないというところを、皆さんにはご説明しております。で、ここで HBC の共同期で、今の趣旨のことを啓蒙してますので、少し見ていただければと存じます。よろしくお願いします。知の神話、嘘？本当？それでは、早速第1問目。認知症は物忘れから始まる。この神話、嘘？それとも本当？さあ、お答えください。はい、今回は認知症がテーマです。最初の問題は、認知症は物忘れから始まるのかどうか。さあ、スタジオの回答者は吉見さん、ぐっちーさん、そして大栗アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。最初の問題どちらでしょうか。吉見さんもお願いします。はい、はい、じゃあ吉見さん、嘘というのは、いや、いろんなパターンがあるんじゃないかなと思って、はい、だって物忘れっていうふうにやっぱり思うけども、行動なんかでもいろいろ出てしまう方がいらっしゃる気がして、はい、だから必ずしもこればっかりじゃないんじゃないかな、物忘ればっかりじゃないんじゃないかな。いやー、もう忘れました。手とから始まるじゃないですかね。本当じゃないかと、そういう物忘れって性格なんじゃないですか。正確です。そうなの？正確な問題じゃないですか。最近ちょっと危ないかなと思ってるんですけどね。では解説していただきましょう。今日時初登場の先生です。常盤病院院長の宮沢二郎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、この問題から始まりましたけれども、患者さんの数は決して人事とは言えない、本当深刻な問題ですね。本当に認知症が増えてきてますので、このコーナーを見ていただいて、皆さんには認知症の予防に心がけていただければと思います。さまざまな問題は今日はご用意していますが、まずはこの認知症は物忘れから始まるのかどうか、さ先生、はい、どちらでしょうか。いいですか。はい、はい、嘘、嘘なんです。はい、嘘と言いながらちょっと私意外だったんだけど、逆にそう言いながら、そもそも認知症というのは、これ単純な物忘れとは違うわけなんですね。そうなんです。おそらくぐっちーさんも吉見さんも同じ50代ぐらいですから、最近こう芸能人とか歌手の顔は思い浮かぶんですけど、名前が出てこないという経験ありません？あの人、あの人、ありますよね。ここで出るのに、もうね、ほらあの女性とかね、そうですよね。後から聞いたらすっきりしますよね。例えば偶然今日3月10日が誕生日で、青い珊瑚礁を歌ってた人といえば、
ちょっと危ないです。あの松田聖子ちゃんなんですけどもね。あ、はい、ちょっと今あの分かってもらいたかったんですけど。認知症の物忘れというのは、はい、例えば我々の年代が絶対知ってなきゃいけないような松田聖子さんという名前を聞いても、はい、あれそんな人いたっけってピンとこない、もう人物とか事柄を忘れちゃうんですよ、はい、もう松田聖子さんっていたっけぐらいまで言っちゃうのが認知症の病的なもの忘れです。それがすっぽりと記憶から抜け落ちてしまうということなんですが、一口に認知症と言いましてもいろいろとありまして、こちら三大認知症、はい、先生。そうなんです、あの、はい、認知症といってもいろんな原因があって、まあ、その中で頻度高いもの、まずアルツハイマーが大体 50% ぐらいで、はい、今日が何月何日かが分からなくなって、それから道に迷いやすいという症状が出てきやすいです。これはわかりますよね、はいはい、で脳血管性認知症、こういうものもあります、はい、20% ぐらいなんですけれども、はい、あの怒りっぽくなったり急に怒ったり笑ったり泣いたり、そういった感情の変化が出てきやすいです。で今増えてきているのがこのレビー小体型認知症という病気なんですけれども、はい、20% ぐらい寝ている時に、まあ、大きな声で寝言があったりとかですね、あと幻の人物が見えたりとか、まあ、動作がパーキンソンでこう緩慢になってしまう、こういった状態になってきます。吉見さんの言ういろいろな症状からっていうのは、はい、その通りです、はい、はい、VTR を見ていただきました。まあ、あの今三大認知症という呼び方がありましたけれども、三大認知症とは、いわゆる頭頂連合野の機能障害から始まるアルツハイマー、それから前頭葉の血流低下から起こると言われている脳血管性の認知症、それから頭頂葉後方部から、後頭葉にかけての、代謝血流低下が認められるレビー小体型認知症、それからピック病を代表とする、前頭側頭型認知症を含めると、4大認知症という呼び方もあります。そしてこれはアルツハイマーの簡易診断なんですけども、まずアルツハイマーの方は今日が何月何日かというところがとっさに出てこなくなって、最近カレンダーを見てないからなどと言い訳を、いわゆる取り繕い現象が出てきます。それから長谷川式で代表的ですけども、桜猫電車を覚えていただいて、いろんなタスクの後にまた聞いたときに、この桜猫電車がなかなか想起できない、まあ、そういった機能低下もあります。それからこういった立方体の絵をうまく模写することができなくなったり、時計の文字盤を書けなくなる、まあ、こういったものが代表的な症状と言われています。そしてこれがいわゆるアルツハイマーの方の、立方体を模写した時の、構成執行を示した例ですけども、立方体の一部分しか描けなかったり、奥行きをうまく描画できなかったり、まあ、こういった所見が、認められやすいと言われています。そしてアルツハイマー非常にありふれた病気と、皆さんも認識なさっていると思うんですけれども、まあ、ただ、なかなか見つける、初期の段階で見つけることは難しいと言われています。まず、まあ、ご本人に病識がない、物忘れの訴えもないということ、まあ、そして、深刻味はなくて、アルツハイマーの方は、まあ、比較的いわゆるブローカーの、発語中枢は保たれていますので流暢に簡単な日常会話が成立するので、認知機能低下による異変が表面化しにくいというところが早期発見を妨げています。そして、ま、あのこれが分かりやすい効果的な方法としては、ご本人から聞いてもなかなか、分からないものですから、やっぱりご家族からの聞き取りが重要になってきます。そしてご本人の実態、ま、ご本人の話と、ご家族の観察している話の食い違いというものがアルツハイマーの、発見の大きなヒントになってきます。例えば患者さん、物忘れはないとおっしゃいますけども、ご家族にお聞きすると、最近同じ話を繰り返して物忘れがあるみたいですと言いますし、で患者さん、私の外来来るときにも、いや先生に会うのを病院受診を楽しみにしていましたとおっしゃるんですけども、実はその日の朝、自分は病気でないのになんで、病院に行かなきゃいけないんだと、受診を嫌がるケース。もっと進行してきますと、いや毎日畑仕事をしているんですとおっしゃるんですけれども、実態は介護保険を使ってデイサービスに通所している。まあ、こういったように、患者さんの話と実態が食い違えば違うほど、アルツハイマーも進行しているということが言えます。そして、まあ、これがのアルツハイマーを今私が研究している、まあ、早期発見のための、スクリーニング検査になります。MECDT と言います。メモリーインテールド CDT と言いまして、記憶を付加した時計の描画検査です。まあ、これはあの縁があって、もともと京都大学の神経内科の木原先生と、順天堂大学の神経内科の教授の頼高先生と3人で共同研究を開始しました。で、まあ、この研究の骨子なんですけども、
世界的にアルツハイマー認知症を見つけるためには今 MMSE という検査を行っています。それと例えば自動車免許75歳以上の更新でも用いられる CDT ですね、歩型の文字盤検査、まあ、こういったものを組み合わせて感度と得意度を上げると。しかしこの両者をやっていれば大体 2,30 分かかってしまうので、かかりつけの先生や保健師さんや看護師さんたちに外来等で簡便に短時間で行えるために、いわゆるコンピューターによる自動音声、画像を用いて感度、得意度ともに高いテストバッテリー、タスクを開発してきました。でこれがその回答用紙です。まず5問の筆記なんですけども、こちらが長谷川式や MMEC に該当するところになります。まず名前を書いていただきます。アルツハイマーの方は、まあ、比較的流暢に日常会話はできるんですけども、所持障害ですね、頭頂葉の機能障害によって名前を書くところで、引っかかることが往々にしてあります。で今日は何月何日かという日時の検討式、それから、まあ、これも場所の検討式なんですけども、もしここであなたは何市とか何町に住んでいますかということであれば、まあ、地域によってバイアスがかかりますので、今あなたは何階にいますかというところを設問としました。そして次はエピソード記憶なんですけれども、最近の報道で記憶に残っているのは何かということを問います。で、5問目は、ここは遅延再生なんですけれども、冒頭で10時10分という時刻を記憶していただいて、まあ、こういったタスクの後に先ほど示した時間は何時何分でしたかと聞きます。そして最後に、いわゆる一般的な時計の文字盤検査を行います。で、大体これを一通り行うのに3分ちょっとかかります。でまあ、これを開発を始めたときに、ちょうど私がその一押しモーニングで、火曜日のレギュラーコメンテーターを始めてたものですから、国井美沙もう今は退職されてますけれども、国井美沙アナウンサーに、それからここはHTB のロゴンブースなんですけれども、 HTB に全面的に教育、音声を教育していただいて、この MECDT の検査キットを開発をしてきました。まあ、実際の検査をちょっと見ていただければと思います。全部コンピューターで装置、操作されていて、同じ感覚で、いわゆる、まあ、誰が行っても、再現性のある検査を行うことができます。数分で終わる簡単なテストです。お手元に紙とペンはございますか？準備ができましたらエンターキーでテストを開始します。それではテストを開始します。指示があるまではペンを持たずに画面に注目してください。後ほど10時10分の時計を書いていただきます。しっかり覚えておいてください。指示があるまで書かないでください。10時10分です。後ほど時刻を書いていただきますので、しっかりと覚えておいてくださいね。最初にお名前や日付を記入していただきます。ペンを手に取ってください。こちらにお名前を書いてください。こちらに日付と曜日を、少し時間の関係で、ここで消えますけれども、だいたい3分少々で、コンピューターで操作された今の、MECDT というそのアルツハイマーを見つけるためのスクリーン検査を実施することができます。で私がずっと4年数ヶ月一押しモーニングでレギュラーコメンテーターをしてたんですけども、そこでも、まあ、同時に取り上げられて、紹介していますので、少し、まあ、こういった検査だという概要を皆さんにお示ししたいと思います。よろしくお願いします。気になるニュースを深掘りするここに注目です。金曜日の新聞にこんな記事が掲載されていました。ご覧ください。北海道新聞です。たった3分の簡易検査でアルツハイマー病を早期発見できるという内容です。その簡易検査の開発者の一人が今朝のコメンテーター、我らが宮沢二郎さんなんですね。宮沢さん、早速お聞きしたいんですけれども、はいはい、3分間の簡易検査、どんなことをするんでしょうか？パソコンのモニターを見ていただきながら、音声に従って、専門の回答用紙に記入していただく、とてもシンプルな検査になっています。はい。
ではそちら、こちらがその設問になっているんですが、どんな内容になっているんでしょうか。はい、まずはこうアルツハイマーの初期症状で見られやすい項目について質問しています。名前を書いていただいたりとか、はい、日付とか場所、それから最近気になった報道ニュースは何かという意味記憶等ですね。そういったものを、はい、まず聞いています。最後には絵も描くんですね。そうなんです。時計の文字盤を完成していただいて、10時10分の長針と短針を書き入れていただいて、目で見た情報を正しく操れるか、まあ、そういった検査を行います。どんな答えだとこうアルツハイマーの疑いがあるということになるんですか。はい、例えば時計の文字盤でしたら、はい、まあ、時刻の配列がこういびつになったりとかですね、書けなくなったりとか、まあ、時計の手をなしていない、まあ、そういった状況だと、限定になってきます。疑われる場合はこのような回答が出てくるということなんですね。はい、これらの答えからどうやってこう判定はしていくんでしょうか。はい、10点満点で8点5点以下の場合はアルツハイマーの疑いがあるということで、さらに詳しい検査、精密検査を、進めております。はい、今後この簡易検査はどうしていくという予定なんでしょうか。はい、実はこの簡易検査の CD-ROM とのキットがですね、協賛メーカーが2万部作ってくださいまして、でそれで今全国のかかりつけ医の先生方に無料で無償で配布させていただいています。はい、ですからこれを使って、アルツハイマーの早期発見につなげていただくということと、まあ、将来的にはアルツハイマー以外の他の認知症との その鑑別も含めてバージョンアップできればいいなと考えています。皆さん以前もよくおっしゃってますが、早期発見早期治療でアルツハイマー病というのはこう症状進行を遅らせることが可能です、ということですんでね、こういったキットを使って少しでも進行を遅らせる手助けになっていければと思います。以上ここに注目でした。今テストの概要を見ていただきました。まあ、これが模範的な回答ですけれども、名前を書いていただいて、今日でしたら9月20日ですね、2回、最近の意味記憶エピソード記憶としては、まあ、東京オリンピックメダルラッシュであるとか、でこの時計の文字盤なんですけれども、これもいろんな方式があります。で我々調べて、まあ、シャルマン先生の採点方式が一番ということで、これもシャルマン先生に直に連絡を取って、まあ、これをよく使っていいという形で了解を得ています。でまあ、これは結果なんですけれども、アルツハイマー群とヘルシーコントロール群とアルツハイマー以外のデメンシア認知症群で、まあ、比較的青の MMSE と赤の MECDT で、まあ、高い相関率が出てきました。まあ、ですから MMSE で長時間かけなくてもこの MECDT で、ある程度、認知症アルツハイマーを抽出できるということを、ご理解していただけると思います。そしてこれはですね、縦軸が10点満点の MECDT で横軸が30点満点の MMSE なんですけども、まあ、統計的には一次関数としての回帰式は成立しませんでした。まあ、ただ、まあ、きれいに順位相関は成立をしていました。まあ、これで非常に喜んだのは、まあ、MMSE と違う情報というものがこの MECDT からも得られるのではないかというように今考えて進めております。そしてまあこれが感度特異度から陽性誘導比とか陰性誘導比を用いてカットオフ値を 8.5 点と設定しました。ありがたいことにこれは東京葛飾区の物忘れ予防検診で行政の検診でも検診内容としてこういった MECDT のみを取り上げられて徐々に広まってきております。で次少しこのレビー小体型認知症について皆さんにご紹介していきたいと思います。よく DLB と言いますけれども、デメンシア・ウィズ・レビー・ボディーズ、まあ、これを略して DLB とよく言ってます。じゃあなぜ今レビー小体型認知症が取り沙汰されているかということですけれども、まあ、意外と認知症の原始感として頻度は高くて大体 20% ぐらいはあるんではないかということ。しかしまだまだ一般市民に知られていなくて、我々にとっても診断が難しくて誤診も多いということ。そして物忘れがよりも、まあ、精神症状が目立ちやすいということがあります。そして薬剤過敏性がありまして、まあ、少量の向精神薬で寝たきりになってしまったりとか、まあ、そういった悪影響が出てきます。そして精神症状が主体ですので、まあ、ケアが大変で、ご家族の生活にも支障をきたしやすいということが特徴として挙げられます。まあ、これがそのレビー小体で出てくる、まあ、例えばアルツハイマーであれば、そのアミロイドベータタンパクは老人斑として蓄積をしてきますけども、レビー小体病の場合はこういったアルファシヌクレインを主成分としたレビー小体がアルツハイマーよりも脳の広範囲に出てくることによって、大脳皮質の障害のみならず脳幹とか、まあ、脊髄を含めた、まあ、障害が出てきやすいと言われています。そしてこのこれがレビー小体型認知症の特徴ですけれども、まあ、認知機能の動揺があったり、それからありありと見える幻覚症状幻視があったり、
パーキンソン症状、それからこのレム睡眠行動障害、これが特徴的と言われています。そして自律神経失調症状での、まあ、転倒とか失神、一過性の意識障害、向精神薬に対する過敏性、まあ、こういったものも出てきやすいと言われています。そのことによって、あまり物忘れが目立たないので、うつ病とか統合失調症、あるいは意識障害と見間違いやすいと言われています。これが認識機能の変動なんですけれども、つまり意識が清明でクリアな時もあれば、ぼーっとしている時がある。まあ、これが、交互に繰り返されていきます。そして、レビ小体病が進めば進むほど、この感覚が早期になってきます。で、これは意識の清明とぼーっとするだけではなくて、怒りっぽくなったり、眠ってしまったりとか、まあ、いろんなパターンでこの認知意識レベルの変動というものが認められます。それから、まあ、これはレビー小体型認知症の特徴ですけれども、ありありと見える幻覚、幻視です。このようにタンスの前に子どもたちが遊んでいて、まあ、実態はないんですけれども、レビーの患者さんにはこのように見えてきます。それから、このパーキンソンの症状が出てくるんですけれども、手指の新鮮であったり、筋肉の強度であったり、赤い熱や無動、可動、動きづらくなったり、姿勢保持、姿勢反射障害で転倒しやすくなるという、まあ、こういった特徴が出てきます。そしてこれがレム睡眠行動障害なんですけれども、 RBD とも言います。まあ、いわゆるレム睡眠の時に、突然怒鳴ったり規制を上げたり、それから、まあ、激しい寝返り、体動が多くなって、まあ、横に寝ている方が怪我をしてしまうぐらい、まあ、そういったこともあります。で、これが実はレビー小体型認知症の初発症状と今言われてきてまして、レビー小体型認知症が、本格的に発症する、4、5年前に出てくるとも言われています。それから、自律神経失調症状ですね、内臓ですね、血圧とか体温。内臓の畑を調整する自律神経が高くなることによって、まあ、身体的な症状というものが顕在化していきやすいです。それから大体 40-50% にはうつ状態を伴うとも言われています。で、このレビー小体型認知症とパーキンソンによる認知症の場合は、心臓の検査を行うことによってある程度鑑別することができます。つまりMIBG 心筋心地ガムという検査なんですけども、レビー小体とパーキンソンによっては、交感神経の末端の障害が、心筋神経まで及んでいるので、この MIBG 心筋心地で増影がされてこないという、まあ、こういった、特徴的な所見があります。で、ここで、ステビのドザンコワイドで実際の、患者さんを見ていただきたいと思います。レビーの特徴で転倒を繰り返してますので、顔にあざがあって、それから、仮面用顔帽ですね、まあ、顔の表情はなくなってきて、そして幻覚があって、そして幻覚に対してどのような対応をしているかというところを、見ていただければと存じます。あ、そう、この色綺麗でしょ。はい、幸子さん、綺麗でごらん。札幌市白石区の伊勢路幸子さん、83歳身の回りのことはほとんどできません。介護するのは娘の和代さん、45歳です。和代さんの生活が変わったのは3年前、母親の幸子さんが認知症と診断された時、仕事を辞めて介護に専念しています。幸子ちゃん、キノコ食べよう。キノコ食べるのも疲れるよね。幸子さんは今はもう意思表示もほとんどできなくなりました。何食べたいって言っても今はね、なんか、特に出てこないんですよ、何食べたいっていうのが。多分頭に描いててもそのものの名前が出てこないかもしれないので、お寿司食べるって聞いてみたりすると、うんうんって言ったり。幸子さんの顔に残るあざ、和代さんが外出していた時にベッドから転倒してしまったのです。幸子さんは何かにつかまれば一人で立つことができます。そのため和代さんは目を離すことはできません。あんた一人で喋ってる。一人で喋ってる。何、何
何話してんのって思うんだろうね。幸子さんは和代さんが娘だということさえ分からなくなっています。人に紹介するときは妹って言ったり、するんですけど、たまに娘って言ってくれるときもあるんですけど、お父さんって呼ばれたりお母さんって呼ばれたりしてるんで、多分家族だっていうことは分かってるんだと思うので、なんていう、どういうふうに呼ばれてもそこはいいかなって思ってるんですけど。和代さんが幸子さんの異変に気がついたのは4年前、突然親子喧嘩が増えたのです。最初は聞き間違って怒ってるんだと思ったんですけど、怒った時ってなんか目が違うっていうんですかね、すごいなんかもうなんか目が血走ってっていうか、すごい突っかかってくる感じで、その頃はもう母も元気だから、何だみたいな感じとかでは結構あったんですけど。認知症と診断されて3年、幸子さんはこれまでつきっきりで介護してくれた娘への感謝の気持ちを口にしました。はい、大丈夫、娘さんよくしてくださっていいですね。嬉しい、嬉しいね。あ、よかったよかった、わかりました。罪悪感が出るんですよ、やっぱりこうやって怪我されてたら、うん、やっぱり、まあ、悪いことしたなと思って、そう思ってなんかいるとやっぱりなかなか出られないんだけど、介護による疲れ、そしてストレス、和代さんはギリギリのところで踏ん張っています。家族の方のやっぱり疲弊度、介護疲れがないか、まあ、睡眠の状態も見て差し上げて、まだ介護が続行することができるかというところを見て差し上げて、またアドバイスをするっていうのも私たちの役目だと思っています。この日、自宅に戻った幸子さんは突然イライラし始め、目つきも変わりました。あそこに誰いるの？認知症の症状の一つ、幻覚が見えているようです。最初はびっくりしました。でやっぱり最初はわからないから否定の言葉ばっかり、いいよ。でもこっち来ないから大丈夫な。こっち来ない。こっち来ない。実際のレビー小体型認知症の患者さんとその介護の様子を見ていただきました。そのレビー小体という病名を、お教えするまではもう本当に娘さん本気で喧嘩をしてたんですけども、まあ、幻覚症状ということで、その対応の仕方を覚えていただいて、うまく対応していただいています。で、まあ、この幻覚幻視なんですけども、やっぱりご本人患者さんにとってはまさに現実なんです。ですから基本的には受け入れて安心させるということが必要になってきます。ですから良い対応例としては、悪さをしないから大丈夫とかやっつけてあげるとか、その一緒に幻視の近くに行くと幻覚が消えるということもよくあります。あと、まあ専門の時も同じですけど、部屋を明るくすることによって消えるということもあります。で、最も言ってはいけないこととしては、そんなのにいるはずがないとか、錯覚に決まっている。まあ、これは禁句になります。まあ、それからやっぱりパーキンソン症状が出やすいので、転倒に気をつけるという、そういった環境の整備、は必要になってきますし、それから体が硬くなることを防ぐ、さまざまな運動、こういったものを取り入れる必要があると言われています。ここからアルツハイマーの薬物療法について話を進めていきたいと思います。これもちょっとこれは2011年なんですけども、なぜこの年かというと、2011年に抗認知症薬ですね、アルツハイマーに対する薬が3剤ついついと世の中に上市されてきました。まあその時の様子なので少し皆さんに見ていただければと思います。アルツハイマー新薬続々、症状を遅らす効果、貼り薬も登場ということです。でそのアルツハイマーの初期症状としてどんなものがあるのかというのがこちらにまとめてあります。でさっきしたばかりのことを忘れる、同じことを何度も言ったり繰り返したりする、前日に食べた夕食の献立が思い出せないなどが挙げられます。
そのアルツハイマーの治療薬がその下の表になっています。飲み薬と貼り薬があるんですが、一つずつ紹介していきます。まず飲み薬なんですが、レミニールというものがあります。これはヨーロッパで2000年に承認されまして、日本では今年の3月から発売されています。また貼り薬なんですが、イクセロンパッチ、リバスタッチパッチというものがありまして、2007年にアメリカで承認、日本では今年の7月から発売が予定されているということです。宮沢さん、これは期待して待たれていた方もきっと多いですよね。そうですね、特にレミニールはですね、もうヨーロッパに遅れること10年ぐらいで、もう我々が本当に常に早く出してもらいたいってお薬なんです。で、今まではそのアリステッドというお薬だけだったんですけども、そのアリステッドってお薬はそのアルツハイマー病になると脳の中でアセチルコリンという物質が減ってきます。ですからそのアセチルコリンという物質を増やすためのお薬なんですけども、基本的にはレミニールもリバスタチパッチもそのアセチルコリンというものを増やすお薬です。それからメバリンというものは脳神経保護剤といって、その神経細胞を守るためのお薬なんですけども、ただ誤解を、新薬なんですけども、誤解をしていただきたくないのは、決してアルツハイマー病を治すお薬ではありません。残念ながら。そうですよね、はい、治すのではなくて遅らせるということなんですよね。そうなんです。認知症の進行を数年にわたって遅らせるお薬であるということです。ただ今まではアリセプトしかなかったんですけど、我々のようなその認知症の進行に関わる者にとっては本当に選択肢が広がってよかったと思ってます。ただしこれは遅らせるものであって治すお薬ではないということなんですね。それからこれからアルツハイマー病に関しては、やはり治療というよりは予防の方に目が向かっていくと思います。というのは、そのアルツハイマー病の本体は脳の中にそのアミロイドベータタンパクという異常タンパクがどんどん溜まってきて、神経細胞が溶けてなくなってきちゃうんですけれども、そのアミロイドベータタンパクは実はアルツハイマーが発病する10年ぐらい前から私たちの脳に出てきてるんです。ですからそのアミロイドペットイメージングっていうその検査を行うことによって、アルツハイマーが発病する前からこの人はなるかもしれないっていうのを見つけて、ワクチン療法等でいわゆるその予防策に講じるっていうのは、おそらくこれからのアルツハイマーに対する関わりになると思います。はい、2011年に相次いで上昇したんですけども、もう10年経ちまして、ジェネリックも、出てくるようになってきました。だいたい4年数ヶ月コメンテーター、火曜日の毎週コメンテーターやってたんですけども、非常にハードで、月曜日は眠剤を飲んで夜8時から9時に寝て、火曜の朝は3時に起きて、4時半ぐらいまでには HTB、当時、南平岸だったもんですから、そちらまで自分で運転しておいて、6時か8時まで桃屋でずっと出て、そして、終わり次第自分で運転をして、時計病院に戻って、9時から外来をして、で午後は病棟を回って、大体火曜日当直だったもんですから、非常に命を削ってやってるようなところだったんですけども、卒業させてもらいました。これはまず2000年の調査なんですけども、縦軸が治療に対する新薬の貢献度、横軸は新薬の満足度を示しています。でそうすると高血圧とか高脂血症、糖尿病、痛風、こういった疾患に関しては非常に新薬の満足度が高いんですけども、アルツハイマーを筆頭にこの頃は肺がん、肝がん、糖尿病性のいわゆる神経障害、腎症、エイズ、リウマチ、こういったものはまだ貢献度も満足度も低いという状況でした。じゃあこの10年後どうなったかってことですけれども、これは2010年の調査です。おおむね新薬に満足感が出てきてるんですけれども、アルツハイマーは取り残されている状況です。糖尿病 の副作用というか、その腎症、神経障害、網膜症という合併症に関しては取り残されていますけれども、なんといってもダントツアルツハイマーに関しては、その薬剤の貢献度にしても満足度に関しても取り残されている状況でした。そして2014年、4剤で揃ったんですけれども、少しアルツハイマーの薬剤貢献度、満足度というものは、多少上がってはきています。いずれにしても、我々の治療目標なんですけれども、根治薬がないという、いわゆるモディファイリングセラピーがないという形で、諦めるではなくて、いかに目の前のアルツハイマーの患者さんが、なるべく長い月日をご自身らしい、充実した生活を送るためにどうすればいいか。そういった関わりが必要になってきます。当然そのためには認知症のケアであったり、リハビリテーション、薬物療法、こういったものを三大柱を駆使して、少しでも進行を遅らせるというところが、今の治療目標になっています。当然アルツハイマーの方、親族の結婚式に出たいとか、夫婦で旅行を楽しみたい、できるだけ分かって家族と一緒にいたいという願望が強いです。少しでもご本人らしい生活を送るために我々はサポートしなければなりません。
そしてもともとはアリセプトですね、ドネペジル塩酸塩ですけども、1999年に上市されましたけども、2011年に3剤が相次いで上市をされてきました。でここからは少し、根治療法あるいは予防についてお話を進めていきたいと思います。でアルツハイマーのもともとの原因として最も今考えられているのは何といってもこのアミロイド β タンパクです。このアミロイド β タンパクが数個から十何個重合して、た時に、オリゴマとなるんですけれども、オリゴマの時に毒素を出すと言われています。そしてこのオリゴマがまた、合併することによってこういった老人斑になってきます。まあ、この老人斑まで行ってしまうと神経細胞は溶けてなくなってしまっているので、もう時すでに遅しということも言われています。それから同時に神経原線変化といってタウタンパクが異常リン酸化することによって、いわゆるこのようなシミ状の変化が大脳皮質、つまり神経細胞体の存在するものの外側に加速度的に増えることによって、本来あるべき神経細胞が消失してしまう、まあ、これがアルツハイマーの本体と今のところ言われています。まあ、ですからこのアミロイド β タンパクを制御するというところがアルツハイマーの治療あるいは予防に深く関わってきます。まあ、ですからこのアミロイド β タンパクというのは我々の脳の神経細胞の細胞膜に存在するアミロイド前駆タンパクというタンパクがあるんですけれども、そこからこの β セクレーターゼ、ガンマセクレーターゼという酵素によってちょぎられて生成されてきます。まあ、ですからまず治療あるいは予防としてはこのセクレーターゼ阻害薬というものが考えられていました。このベータセクレーターゼとかガンマセクレーターゼという、まあ、こういった働きを阻害するんですけれども、なかなかここに特化をした阻害薬ができなくて、他のノッチとかいろんな部分を阻害することによって免疫異常とかがんが多発してしまったという例があります。まあ、ですからこのセクレーターゼ阻害薬というのはなかなか進んでいません。次に、まあ、アミロイド β タンパクができてしまったら、じゃあ分解して溶かせばいいんじゃないかという発想になると思います。で実はこのアミロイド β タンパクを溶かす物質、ネプリライシンというんですが、そういったものがあります。これは理化学研究所の研究なんですけれども、ネプリライシンを作り出す遺伝子を見つけました。この遺伝子をいわゆる運び屋、ウイルスベクターとして、遺伝子を、乗っけてですね、静脈に注射することによって、それが脳に到達して、ネプリライシンを作ってアミロイド β タンパクを溶かすという実験が行われていますけれども、なかなか臨床的にはまだまだ、先の話となります。そしてこのアミロイド β タンパク1個ではそれほど悪さをしません。ですからこの15凝集をしないための、まあ、治療が、考えられていました。そのためにはこのアミロイド β タンパクが凝集しないためには、まあ、銅イオンとか亜鉛イオンが関係しているということですので、銅イオンとか亜鉛イオンを阻害するキレーターが考えられたんですけれども、それもなかなかうまく進行していないというのが現状です。そして今我々が使っているのは二次的な変化ですね。つまりこういった一連の変化をした後にアセチルコリンなどの神経伝達物質の減少に対してコリンエステラーゼ阻害薬を、そしてアルツハイマーでは進行してくるとグルタミン酸が増加をして毒性を発揮します。ですからこのグルタミン酸を抑える、NMDA の受容体拮抗薬、まあ、二次的な変化に対して対症療法として我々は用いています。で最後に、残したんですけれども、ワクチン療法 Aβ のワクチン療法、まあ、これもなかなかうまくいかず、断念しています。というのはこの Aβ ワクチンというのはいわゆるアミロイド β タンパクを溶かす、働きを抗体を、いわゆる脳に到達させるんですけれども、まあ、よく市民講座でこういう説明をします。脳というお家があって、お家が火事になりました。で火事があって消防隊がやって駆けつけてきて火は消しておいてくれたんですけども、もうすでにそこにあった家財道具は燃え尽きてしまっていたと。そこでは生活が成り立たない。まあ、これが脳の中で起こっているといえば、皆さんにイメージしていただきやすいと思います。つまりこのアミロイド β タンパクがどんどん蓄積している段階ではもうすでに神経細胞は溶けてなくなっていますので、その段階でアミロイド β タンパクを溶かしたとしても本来の神経細胞はないですから脳の機能は回復しない。まあ、相次いで論文も出ました。確かに解剖するとアミロイド β タンパクが消えたんだけども、臨床的な改善というのは見られなかった。ですから、アルツハイマーが発症する前に、今、予防です。つまり、アルツハイマー、先ほどテレビで10年前と言いましたけども、実は2、30年前、アルツハイマーが発症する2、30年前に、脳の中に、アミロイド β タンパクが異常な形で蓄積をしてくると言われています。ですから、その段階で、
見つけてですね、あるいは MCI といって軽度認知機能障害の段階で見つけてワクチンを施す、これが今後のトレンドになってきます。そして、まあ、なかなか、根治療法に関しては失敗が続いています。ただ皆さんもご存知かもしれません、初めて根治療法です、モディファイリングセラピーでアデュカヌマブという物質が FDA を通して、承認をされました。日本でも承認されてきました。まあ、これはエーザイが、開発したものなんですけれども、アデュカヌマブが唯一今使われようとはしています。またこれも月数十万かかるような検査ですので、治療ですので、なかなか皆さんにアルツハイマーの方々、アルツハイマーの発症前に用いるということも、薬価等を考えれば難しいのかなというのもあります。そして、まあ先ほど言いました、MCI、アルツハイマーが発症する前にこのアミロイド β タンパクが蓄積をしてきますので、この段階ですね、プレクリニカの段階で見つけようというのが今の動きになっています。でそのためにはこのアミロイドペットイメージングというものがあります。11炭素の半減期は20分と短いんですけれども、サイクロトロンの自動合成装置で1時間半ぐらいかけて PIB のペットの製剤を作ります。それを投与することによって脳で の、そのアミロイド β の、配置というか酸性の具合を見る検査になります。いわゆるこれをアミロイドペットイメージングと言います。まあ、これがアルツハイマーの方であればアミロイドと占められてますので、ペットで陽性になってきます。まあ、こういった検査があります。まあ、ただ侵襲度が高いので、今はいろんな方法が、探索されています。その一つとして血液検査です。これも一押しモーニングで紹介しておりますので、少し皆さんに、見ていただければと存じます。続いて病気の兆候を発症前に見つける研究です。読売新聞からこちら、先ほどニュースでもお伝えしましたが、アルツハイマー血液で判別という見出しです。国立長寿医療研究センターなどの研究チームは、アルツハイマー病の発症前に原因タンパク質の状態が分かる血液中の目印を発見したと発表しました。アルツハイマー病は原因タンパク質アミロイド β が脳内にたまり、脳が萎縮して起こるとされます。今回の研究では、血液中の微量のアミロイド β 関連物質の増減を調べることで、脳内のアミロイド β の蓄積を確認できることが判明しました。アルツハイマー病やそうでない人を含む62人を対象に解析した結果、脳内の画像診断の結果と 92% 以上の精度で一致したということです。宮川さんはアルツハイマー病ご専門ですけれども、はいはいはい、今回の発見どのようにご覧になりますか。画期的だと思うんですけども、まあ、アルツハイマー病のその主な原因としては、今記事にあったアミロイド β タンパクという異常なタンパクが脳の中にもどんどん溜まって蓄積してきてて、そして本来あるべき神経細胞が溶けてなくなってしまうっていうのが最も原因として考えられています。そしてこのアルツハイマー病が発病する大体20年ぐらい前からですね、このアミロイド β タンパクっていうものが脳の中に異常な形でこう蓄積してきているという言われています。でそのアミロイド β タンパクを調べるにはですね、今までは脳脊髄液といって、まあ、要は脊髄のところに針を刺して、液体を取って調べるとか、あるいは画像診断でですね、アミロイドペットイメージングというんですけども、ピッツバーグ大学で開発したその放射性物質を用いて、そのアミロイド β タンパクが異常に蓄積をしていないかというところを発病前に見つけるという、まあ、そういった結構体に負担のかかる大変な検査しかなかったんですよね。それが症状の血液で分かるということはとっても素晴らしい、画期的だとは思います。しかし予測ができてもですね、はい、結局まだワクチンなど その予防法はないんですよ。ですから一刻も早く、まあ、そのアルツハイマーが発病しないためのワクチンというものが実用化されることが望まれますね。アルツハイマーの薬物療法について現状と今後の見通しについて、ご紹介させていただきました。この次は少し最後の方に目を向けていきたいと思います。これは安おじいちゃん物語というものなんですけれども、2つのパターンがありますので、一つ一つのパターンを、皆さんに見ていただければと思います。あるところに、物忘れの始まった安おじいちゃんがこういった家族に囲まれて暮らしていました。で、まあ、1時間ほど前に自分の部屋から万年筆を持ち出して客まで手紙を書いて、そのまま置きっぱなしにしてきて、それを忘れてしまって、ご自分の部屋に万年筆がないと怒って探しています。そこに、仕事に帰ってきた息子さん、お父さんと孫の健太君、またいつもの物忘れかなと思ったんですけども、
一緒に探そうと優しい言葉をかけて1分ほど探してたんですけれども、安おじいちゃんは万年筆のことを忘れて部屋に戻っていきました。安おじいちゃん、さっきは何を探そうとしていたか忘れたんですけども、安おじいちゃんの心の中に残ったものは、困った時に優しく助けてくれる人、嬉しいなという優しく温かい感情でした。こういったケアを繰り返した中、6ヶ月後どうなったかと言いますと、優しいみんなと一緒、このうちは楽しいな。まあ、物忘れは当然済んだんですけども、みんなと楽しく暮らしています。次、その2です。やはり同じように万年筆を探しています。そこに、疲れて仕事から帰ってきたお父さん、それから、遊びから帰ってきた健太君、まあ、自分で起き忘れてるんじゃないと、俺だって忙しいんだぞと言って1分間怒鳴っていきました。そうすると、それを聞いたおじいちゃん、安おじいちゃん、間違っとったか。息子にも面倒かけないように気をつけよう。とはなりません。まあ、アルツハイマーですから。まあ、こういった時に、安おじいちゃんの中に何を言われたかは忘れたんですけども、おじいちゃんの心の中に残ったのは非常に不快な恐怖な感情だけです。困っている時に怒鳴る怖い人という感情です。まあ、こういったケアを6ヶ月したのちに、安おじいちゃんどうなったかと言いますと、まあ、息子さんが介護で、手を差し伸べようとすると、まあ、この人は怖い人という感情で、まあ、自分に殴ってくるんだなって、先に殴ってやると言って、介護への抵抗とか、暴力が始まってしまいました。そうするうちに、わしあんな怖いやつのいる家には帰らんぞと言って、勝手に外出をして、町を徘徊するようになりました。まあ、つまり、まあ、2つのパターンを見ていただきましたけれども、我々の認知症の患者さんに対する対応によっては、非常に精神症状が弱気されてしまうというところを、皆さんに、まあ、もちろんご存知だと思うんですけれども、再度確認をしていただきました。で、まあ、よく認知症のことを子供帰りとか二度わらしとかということもありますけれども、要はお子さんですね、まだ脳のネットワークが完成していない子供の時には、まあ、失敗、いたずら等で失敗したときに、まあ、なんでそんなことをするのって、まあ、理屈で説明されても分かんなくて泣いてしまいました。でも本当に困っている時に、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんから大丈夫大丈夫とあやしてもらうとニコニコ笑顔になりました。でこれは認知症の方への接し方でもある程度同じことが言えます。で先ほど認知症のいろんな、アルツハイマー脳血管性それからレビ、の三大認知症について紹介をしましたけれども、まずもって認知症の原疾患を理解することが大切で、その認知症の原疾患の特徴を踏まえた上で、支援、介護が望まれます。ただ共通されることとしては、不安を解消するような対応を心がけること、安心の場を作るとか、頼りの人となる孤独にさせないスキンシップです。それから、まあ、言動とか心理をよく把握して、プライドを傷つけず尊重する、分かりやすい簡潔な言葉で話す、まあ、こういったところが認知症の方に対する接し方として重要になってきます。その一つとして、バリデーション療法というものがあります。まあ、ユマニチュードとかいろいろあるんですけれども、まあ、バリデーション療法について、簡単に説明したいと思います。まずは、真心を込めたアイコンタクトです。同じ視線に立って、同じ視線に座って差し上げて、認知症の方の、目を直接見つけて信頼関係に築くということ。そして目の前の認知症の患者さんが、言ったことを繰り返すリフレージングというものも、大切になってきます。まあ、繰り返してあげることによって認知症の患者さんはご自身がお話したことを目の前の我々が、理解をしてくれているように安心感を持ちます。で時には極端な表現を使ってください。例えばですけども、患者さんがこの食事はまずいと文句を言ったら、私の場合は例えば何々さん今まで食べた中で最もまずいでしょうと言います。そうすると患者さんは先生わかると言って、目の前の私が共感をしてくれるという形で、まあ、いわゆる感情を破産するさせる手助けにもなってきます。それから、優しく触れるタッチングです。膝の上に手を乗せてお話をするとかそういった形で、まあ、タッチングというのも非常に、目の前の患者さんを落ち着かせる上で有効と言われています。そしてここは最後予防についてお話を進めていきたいと思います。でアルツハイマーの患者さんに対の家族に対して、聞き取り調査を行いました。じゃあアルツハイマーのリスクファクターは何かということです。まずは新聞読者がまれな方、活字離れの方です。それからパートナーを要するレジャーが乏しい方がなりやすいと言われています。まあ、例えは悪いんですけども、お一人で庭で盆栽をいじっているような人がなりやすいと。でも、4人集まってガラガラ、パイを集めて、世間話しながら論とかって得る麻雀であるとか、4人集まって野原で、ボールを打って世間話しながら、ウォーキングというかゴルフ
そういったものが非常にいいと言われています。それから意識を失うぐらいの頭部外傷を若い頃も含めて負ったことがあるということは3、4割の方でおられます。まあ、よくボクサーの方でもパンチのランカーといって認知症になりやすいと言われていますけれども、頭をぶつけるというところも大きなリスクファクターと言われています。それから有酸素運動がない、散歩しない方、それから差が半分以上ない方もなりやすいと言われています。でこれは最近言われていることは睡眠が重要と言われています。で実は私たちが寝ているときに、睡眠中に、その神経細胞の間隙の間の脳脊髄液が非常に速い流れを持っています。じゃあどうして脳脊髄液が速い、貫流するかということなんですけれども、我々が寝ているときに脳の中の老廃物ですね、老廃物、アミロイド β タンパクを含めた老廃物を流し出してくれています。でうまいことにその脳の中のグリア細胞というものが寝ているときに、収縮することによって、その間を、脳脊髄液が流れることによってこのアミロイド β タンパクを、排除、排泄していきます。まあ、ですから一晩一睡もしなかっただけで異常な形でこのアミロイド β タンパクが一時的に蓄積をするということをやっています。ですから非常に、良質な良好な睡眠というものがアルツハイマーの予防に欠かせないということがここ数年分かってきました。そしてこれは昼寝とアルツハイマーの発症リスクの関係なんですけれども、60分を超える昼寝の場合は、アルツハイマーになる確率が2倍になって言われています。しかしお昼寝が30分未満であれば 0.16、 わずか 0.16 倍です。昼寝が30分から60分の場合は 0.4 倍です。つまり60分未満か60分以上かというの昼寝の時間でアルツハイマーの発症リスクが大きく異なってきます。まあ、ですから私もよくグループホームあるいはデイサービスにおいては昼寝は1時間以内に必ずしてくださいという形でスタッフ等を含めて指導してますけれども、皆さんもお昼寝は長くしないように1時間未満にするようにという形で指導していただければと思います。そしてこれは2017年のランセットにアルツハイマー、まあ、改善可能なあるいは改善可能な認知症の9つの危険因子が示されました。小児期であればその教育が終了していることとか、中年期であれば高血圧、肥満、聴力低下がリスクファクターになること、高年期であれば喫煙とかうつ、運動不足、孤立、糖尿病、こういったものが、いわゆるリスクファクターになります。で特にこの聴力低下ですね、聞こえづらいというものがこの中でも最も相対リスクとして 1.9 倍で、アルツハイマーになりやすいということが言われています。まあ、ただしこの中でいろいろ見ますとですね、不眠症と関連ある分野が非常にこのように、6つ7つ関連しています。まあ、ですから不眠症というものがやはり認知症のリスクファクターになるというところも、この図からも皆さんにご理解をしていただけると思います。これが最後のスライドです。いや皆さんにアルツハイマーにならないための、食習慣をご紹介して終わりたいと思います。やはり青魚ですね、青魚に含まれている DHA とか EPA、 こういったオメガ3系の不飽和脂肪酸がアミロイド β タンパクの蓄積や重合を防ぐと言われています。それからカレーです、カレーライスです、このカレー黄色いですけれども、このなぜ黄色いかというとウコンに含まれているクルクミンが黄色いんですけれども、これはインドの学者がアメリカで論文を出したんですけれども、インドではアルツハイマーの発症率がアメリカの4分の1だと言っています。そしてそれはなぜかというとターメリックですね、カレーに含まれている香辛料クルクミンというものがアミロイド β タンパクの生成を抑制するということを言っています。まあ、インドの学者です。次、赤ワインです。このおそらく皆さんどこの学者が言っているか分かると思うんですけれども、フランスのボルドー大学です。で赤ワインを適度に飲むことによって、ポリフェノールがアミロイド β タンパクを分解してくれると言われています。で特に最近の研究ではポリフェノールの中でもレスベラトロールというものがあるんですけれども、そのレスベラトロールというものが我々の脳のいわゆる記憶の中枢である海馬の血流を増やしてくれるということが分かってきました。そしてこのボルドー大学の論文では赤ワインを 1,2 杯飲むとアルツハイマーの危険度が2分の1に減って、3、4杯になると4分の1に減ると言っています。であればですね、もう赤ワインを毎晩もう 2,3 本飲んでれば絶対なんなんじゃないかというようになるんですけれども、市民の方々にはそう飲んでしまうと、よくアルチューハイマーというんですけれども、アルコール依存症による認知症になってしまうのでご注意をお願いしています。で最後、胃腸波エキスです。で胃腸波もですね、いろんなものがあって、ギンコール酸という、悪い物質を含んでいるものもあるんですけども、ギンコール酸を除いた胃腸波が有効と言われています。でこれもフランスとかドイツ、オーストリアでは、アルツハイマーの治療薬として
実は承認されています。でも日本ではそのなかなか成績が出ないという形で認められてはいないんですけれども、胃腸派ですね。胃腸派というものはこのアミロイド β タンパクの蓄積を防いだり、抗酸化作用があるという、まあ、こういったさまざまな働きがあるというところで、アルツハイマーを予防するということも、まあ、特にヨーロッパでは言われています。まあ、こういった形で青魚、カレーを取って赤ワインを飲んで、赤ワインを飲めない方はポリフェノールを含んだジュースを飲んで、アルツハイマーを撃退していただければと存じます。非常に雑白になりましたけれども、最後までご清聴ありがとうございました。はい、宮沢先生、今日は、早期発見から予防までと詳しく認知症についてご講演いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、事前にですね、西野学園の学生の方からアンケートをいただきまして、先生にご質問という形でお渡ししていただいた内容を講演の中にも盛り込んでいただいたということで、誠にありがとうございました。お忙しい中、ありがとうございます。ありがとうございます。私自身もですね、母が若年性アルツハイマーということで、20年これ過ごしているんですけれども、家族因子があったりとか、自分も気をつけなきゃいけないなということが真摯に受け止めました。誠にありがとうございました。それでは、司会の鴨本さんに最後締めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。宮沢先生、今井会長、ありがとうございました。どうもありがとうございました。宮沢先生、大変な貴重な内容ですね、ご聴講できてとても勉強になりました。ありがとうございます。どうも。これで、宮沢先生の、特別講演ということで、本日終わりにしたいと思いますので、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。札幌リハビリテーション専門学校理学療法士科2期生卒業の井上裕太さんです。よろしくお願いします。札幌リハビリテーション専門学校2期生の井上と申します。本日はよろしくお願いいたします。私が勤めている職場は介護老人保健施設和らぎ園神磯という老健施設になります。主な業務内容は、入所利用者様のリハビリテーション、デイケア通所利用者様のリハビリテーション、あとは訪問リハビリテーションを提供しております。特に入所利用者様につきましては、認知症を患っている方が全体の約 80% を占めております。そのような状況の中で、日々リハビリテーション業務を行っております。今回認知症の研修会に、参加させていただき、事前に講演会のアンケートをいただきました。そこから、8つの質問をいただくことができましたので、それぞれの質問に1つずつお答えするような形で、自分の考えをお伝えできればと思います。まず1つ目です。認知症の患者様に対して理学療法を行う上でのリスク管理や特に気をつけていることはありますかという質問です。答えとしては、
一人の人として接し、環境へアプローチすることが大切だと考えております。認知症だからということで、言ってもわからないだとか、覚えていないだとか、そういうような考えは捨てて、健常者と同じように関わるようにしております。環境へのアプローチにつきましては、人間は環境を変えると行動がそれに伴って変わってくるということを前提において、関わるようにしております。特に気をつけているのは、いろんなことを制限してしまうような環境を避けるように気をつけております。できないということではなく、どうすればできるかということを常に考えながら関わっています。質問の2つ目です。リハビリ内容の説明、指示が通らないことがあると思います。どのように患者様に協力してもらうのか知りたいですという質問です。こちらは状況判断力をうまく利用しています。状況判断力というのは、例えばイラストのように利用者さんの前に笑顔で手を差し伸べると、利用者さんはそれを見て握手だと思って、手を握ってくれたりします。このようにその場の空気だったり、雰囲気を察して、行動を起こしてもらうというのを、使っております。100% これでうまくいくというわけではないのですが、かなりうまくいくことが多い印象です。質問の3つ目と4つ目です。訓練中の患者様とのコミュニケーションの取り方や接し方などの工夫はありますか？患者様の自尊心を傷つけないように気をつけていることは何かありますか？という質問です。まず大前提に、ネガティブなイメージを持たれたらアウトと思って接しています。最初の方に説明したところと重複するのですが、とにかく普通に接する、普通の健常者と同じように接することを、大切にしています。あとは何度でも新鮮なリアクションを取るようにしています。認知症を患っているとどうしても、短期記憶障害が起こってしまうので、同じことを何回も言ったり、同じような行動を何度も取ったりすることがあるんですが、何回でも最初のリアクションと同じようなリアクションを繰り返し取るようにしています。質問の5番、6番、7番です。認知症症状に対して理学療法はどのような検査、アプローチを行っていますか？認知症症状に対して理学療法はどのような変化を与えられるのでしょうか？重度認知症患者様に対して運動学習を行う場合はどうすればいいですか？という質問です。これらは主にアプローチについて、治療についての質問だと思うのですが、自分が気をつけていることは、とにかく理学療法というものにこだわらないということを気をつけています。どういうことかと言いますと、こちらの写真は、ある日の、私のリハビリのメニューになります。利用者様を2人お連れして、どちらも認知症の方です。とにかく2人で話してもらうと。最初はなかなか話が合わなかったりするんですが、それをつなぐような形で私が間に入って話を促すように関わっていきます。そうするとだんだん笑顔になってきて、手をつないだり撫で合ったり、いろいろと、いい反応が出てきます。最初は険しい表情でもだん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 笑顔が見られてきて、心が穏やかになっていくのがわかります。このように人とのつながりを感じられる環境を設定することっていうのが、この日のリハビリの内容になります。もちろん、運動も大事だと思います。ただ、大切なのは、何度も同じことを繰り返す、習慣化させるということが大事だと思っています。ポイントとしては、目的が明確な生活動作を繰り返すということです。例えば、トイレに行くという生活動作を例にとってみると、歩けない利用者様が、トイレに行くときに、一日中車椅子ではなくて椅子に座ってもらうようにします。そうすることでトイレに行きたいといったときに、車椅子だと車椅子からそのままトイレにお連れして、トイレ、車椅子から便座に移って、で排泄をして、でまた車椅子に戻って、
この中で立ち上がりという動きが2回行われます。でもそれを車椅子ではなくて椅子に座ってもらうことで、まずは自分のお席から車椅子に移ってもらうときに1回、そこからトイレに移動して車椅子からトイレに移ってもらうのでまた1回、排泄をしてまた車椅子に戻る、これでまた1回、そしてお席に戻る、でさらにその席ではまた椅子に座ってもらうことでまた1回、全部で4回立ち上がることになります。このように環境をちょっと変えるだけで立ち上がりの動作が倍以上に増えます。そしてそれが1日のうちに、トイレの回数が5回6回となっていくと、どん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 その立ち上がりの回数が増えていきます。またトイレに行くときに歩ける方であればなるべく歩行器を使っても手で支えながらでも介助歩行で行ってもらうようにします。そうすることで歩行訓練も一緒にできることになります。ただこのような関わり方を私がリハビリの場面で、やっていたとしても回数的には全然少なくなってしまいます。そこで介護士さんだったり看護師さんだったりと協力しながら普段の生活の中でもそのように関わってもらうように協力してもらいます。このように多職種でいろいろ連携を図りながら目的が明確な生活動作をとにかく繰り返していって習慣化させるということが大切だと思っています。最後の質問です。リハビリテーションを行う上で一番困ったことや大変だったことなどエピソードが聞きたいですという質問です。こちらは一番困ったのは、怒りのスイッチが入ってしまった時です。特に何かやったわけではないんですけども、もう関わった時点から怒ってる、何を声をかけてももう怒ってるっていう状態です。そんな時はまあいろいろ試しはするんですけども、どうしてもやっぱり怒りのスイッチが入ったままで収まらないときは、その日に介入するのを諦めるっていうのも最終的には選択肢として選びます。まとめになります。認知症利用者様への関わりで大切なことは、一人の人として接し、環境にアプローチすること。うまく指示が入らなかったりする場合は、状況判断力をうまく引き出してみること。接する中では、ネガティブなイメージを相手に持たれたらアウトということを肝に銘じること。訓練の内容としては、理学療法というものにこだわらないということが大事だと思います。あとは、何度も同じことを繰り返し、生活動作というものを習慣化させていくというような関わりが大切だと思っております。以上が私が日々認知症の方と関わっていて、感じながら気づいた点、気をつけている点になります。何かの参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。井上さん、ありがとうございました。続きまして、札幌リハビリテーション専門学校作業療法士科11期生の藤田正則さんです。よろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いします。はじめに病院紹介からさせていただきます。医療法人慶仁会定山渓病院は札幌市南区の定山渓温泉の近くに所在しています。リハビリテーション部の中に訪問リハビリテーション科があり、PT、OT、ST16 名とソーシャルワーカー1名が在籍しています。訪問リハビリの対象は在宅でリハビリが必要な小児から高齢者まで、介護保険・医療保険下での訪問リハサービスを提供しています。訪問エリアは札幌南区全域と移動範囲はかなり広く訪問しています。それでは事例紹介をさせていただきます。今回紹介させていただく事例は、私が訪問リハビリに携わり、1年目の時に担当させていただいた利用者様です。今回の事例紹介では、多職種連携を通して利用者様への関わった支援内容や、療法士として関わった内容についてお伝えできればと思います。それではよろしくお願いします。
症例は80歳代後半の女性で、アルツハイマー型認知症の診断が約10年前についている方でした。過去には転倒と骨折を繰り返していた経過があり、持ち家にて独居での生活をされていました。お会いした時の印象はとても社交的な方で活発な印象でした。次に訪問リハビリ開始に至る経緯と現状についてです。ご主人との死別後、前夫との子供が2人いましたが疎遠となり、身寄りがないことから成年後見人制度を利用し独居生活をされていました。ヘルパーサービスを週7回利用されており、デイケアなど通所のサービスへの反応を悪く拒否されていました。初回の依頼として自宅内で活動量が少なく、近隣や庭席での徘徊が増えてきている、定期的な診療と転倒の予防、運動機会を作る目的にて依頼がありました。次に生活状況についてです。基本的な起き上がり、立ち上がり動作は自立されており、歩行は4点杖を使用し移動されていました。静養や行為はヘルパーの声かけにて行っており、入浴へは拒否的で、週3回の正式にて介助を受けている状況でした。ヘルパーサービスの大きな支援内容としては、掃除と洗濯、1日のお茶、お食事を作る支援を行っていました。歩行時の様子としては、左右への方向転換や左右の移動時にふらつきが見られていました。屋内外の移動は4点杖を使用されています。周辺症状には帰宅願望、徘徊、妄想、介護拒否の大きく4つが認知症状として見られていました。訪問させていただいた際に、家の下に人がいる、夜に下から物音がするといったお話をよくされていました。次にご本人様の意向と援助の方針についてです。こちらはケアプランより抜粋させていただいております。サービス担当者会議の中では、利用者様より施設へは行きたくない、自宅で過ごしたいと強い気持ちを話されていたことが印象的でした。訪問リハビリのサービス開始にあたり、初回のサービス担当者会議で共有した内容についてです。この場では、利用者様を支援する上で、各サービスの訪問時に観察・声かけする内容について共有していきました。水分・食事の摂取状況確認と、必要時の声かけ、室内の換気など生活面への関わりと、不穏症状など観察するチェックポイントを情報共有しながら、訪問させていただいておりました。合わせて自宅内の環境評価と動線の確認をさせていただきました。大きなレイアウトの変更は、不穏へつながるリスクも考慮し、主要な移動スペースとなるところに物がはみ出さないよう、ご本人様を主体とし動線の確保をしました。次にリハビリでの関わりについてです。都会の担当者会議では、直接的な運動や体操は消極的な印象と、また徘徊など不穏症状へつながるリスクも踏まえ、楽しみながら取り組める活動を企画していきました。お話好きもあり、一エピソードとして若い頃、週末にすすきのへよく社交ダンスをよく踊りに通っていたというお話を伺いました。その他にもたくさんの思い出やエピソードを教えていただきましたが、ご本人様の中でも特に社交ダンスを通して恋愛した経験や楽しかった思い出が記憶に残っている印象を受けました。ふとしたきっかけではありましたが、どんな曲を流し踊っていたのか、どんなステップがあるのか聞いていく中で、一緒に踊ってみようとご本人様から提案してくださり、聞いていた曲を流したり踊ったりと一つの活動としてご一緒に取り組んでいきました。日中はソファーに座り、テレビを見て過ごされる時間も長く、取り組める活動の一つとして塗り絵を私から提案させていただきました。これも一エピソードとしてですが、今のソファー前の一番見えやすい位置に油絵が飾られており、ご主人と過ごされる中で油絵を一緒に描いていたというお話を伺いました。導入当初は配色や色合いなど悩まれる場面もあり、数色の
色と短時間で完成するものから取り組んでいきました。大きな変化があった点としては、はじめは訪問する都度、何か用かい、あなたどこから来たのと不安の様子が見られていました。少しずつ、お兄ちゃん久しぶりだね、また来たのかい、入って、今日も踊るかいとにこやかな表情も増え、私のこともたまに来る人とご本人様の中で認識されるようになり、活動に取り組むことができました。次に、訪問リハビリ導入後、現状のサービス状況報告と連携を図りながら、支援が必要な検討項目の話し合いを目的として会議を行いました。リハビリは楽しみながら取り組むことができている反面、環境変化による妄想、静止など、ヘルパーサービスへの一部拒否が見られていました。入浴は拒否される影響もあり、膝から末梢にかけて浮腫が増加傾向にありました。リハでの反応が良好なこともあり、ダンスの時など足の運びが軽くなりますよ、などお伝えしていきながら、足浴から実施し、経過観察を追っていきました。リハ導入後は、活動に対する意欲が増えていましたが、妄想症状の観察場面が増えていることもあり、再度不穏症状による徘徊や転倒など、要確認するよう共有していきました。爪を切ることを拒否され、巻き爪の状態となり、処置が困難な状態となっていました。病院受診自体毛嫌いされていましたが、日程を合わせリハビリ後に介護タクシーを利用し、受診を進めていきました。病院の受診後、またその時期に北海道地震の影響も重なり、庭先や近所への徘徊など不穏症状が増加傾向にありました。そのため、近隣の方から警察への通報が多数入り、情報共有と意見交換を目的とした個別地域ケア会議を行いました。包括ケアスタッフ、近隣交番の方が中心に参加し、サービス内容の確認とご本人様がどんな人物であるのかを共有していきました。結果としては、徘徊時、近隣からの通報があった際にケアマネージャーへの連絡と保護をしていただけることになり、近隣住民の方へも見守っていただけることになりました。在宅生活の場面では、地域包括システムとして、地域の警察や近隣の方の理解も得ながら、ご本人様を中心とした生活を支えるよう連携を図りながら関わりました。また、旅行士の関わりとして、ご本人様の思い出や背景を汲み取りながら、運動機能の維持、楽しみのある活動につなげていけるよう関わりました。最後に、ご質問いただいた内容についてですが、1つ目、接する上で大きく大変と感じたことはありませんが、気持ちが落ち着かず、意図的や興奮しているときに転倒や怪我の可能性があるので、特に気をつけるように対応しています。2つ目、同じ話を繰り返す方に対しては、時間の許す限り聞くように対応しています。お話の広げ方によっては、リハでの関わりにつながったり、いろいろなお話も引き出していくことができると感じています。3つ目、話し方で気をつけていることは、お話ししてくださった時のこちらの反応として、身振り手振りも踏まえて大きくリアクションするように心がけています。4つ目、指示の入りづらい方、理解に時間を要する方への工夫としては、できるだけ短い言葉で伝えたり、一つ一つ伝えるように気をつけています。5つ目、意欲低下や拒否のある方へは、まずお話からどんなことへの反応が良いか、興味を示してくれたところから関わりを広げていくようにしています。6つ目、不穏時の対応としては、ご本人様の気持ちへは寄り添いつつ、こちらも転倒や怪我につながるリスクもあるので、安全の確認を一番大切にしています。あとはどんな時に徘徊に繋がりやすいのかなど、傾向を知ることで対応につなげています。7つ目、予防方法については、日常の中でカレンダーや時間を意識するような環境を整えたり、人と話したり、活動の中で刺激を増やすような環境を作るよう心がけています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。藤田さん、ありがとうございました。続きまして、札幌医学技術
福祉歯科専門学校言語療法歯科12期生卒業の川田正樹さんです。よろしくお願いします。はい、はじめまして、江別谷富士病院の言語聴覚士の川田正樹です。今回はちょっとこのような形でお話をするというなかなかない貴重な機会を与えてもらえてどうもありがとうございます。ちょっと僕もこのようなのはたくさん経験しているわけではないので、緊張しているんですけど、皆さんの期待に応えることができるように、頑張って話しますんで、もしよかったら聞いてください、はい、じゃあまずはじめに、簡単にではあるんですが、少し自己紹介をします。僕は平成25年に西野学園の、言語聴覚士科を卒業しました。22期生です。で、卒業した年の4月にですね、江別谷富士病院に、就職しまして、今年で8年目になります。で、もう自分が言語聴覚士になって仕事をしていると、病院に来る患者さんのリハビリはもちろん、その系列のグループホームやその老健とかにも、定期的に嚥下評価に行かせてもらったり、訪問リハビリに行かせてもらったりと、さまざまな経験をさせてもらってます。で、その他には、同級生と独自に勉強会を行い、後輩や同じ言語聴覚士の仲間たちと協力しながら新しい知識を取り入れたり、後輩の若い刺激をちょっともらったり、楽しく活動しております。で、ちなみに、この右下の画面右下の QR コードなんですが、その勉強会のホームページにアクセスできるようになってますので、もしよかったら皆さん一回、動画の一時停止ボタンを押して QR コードを読み込んでみて、ぜひアクセスしてみてください。はい、それでは次です。まずちょっと今回たくさんの方がいろんな方が見てると思うので、簡単に言語聴覚士とは何かを説明します。言語聴覚士とは嚥下障害、高音障害、失語症などの、大まかに言うと首から上のリハビリを行う職業です。僕が働いている病院でも主にこのような障害を持った方にリハビリを行っております。今回はその言語聴覚士という視点から、認知症と嚥下障害の関わりについて少しお話をしようと思います。まずいきなりなんですが、認知症と嚥下障害は密接な関わりがあります。なぜかというと、認知症、嚥下障害どちらも、加齢が原因の一つにあるからです。そして認知症は、進行性疾患であり、嚥下機能も加齢に伴って低下傾向にあると言われています。実際に70歳以上の方の肺炎の 70% は誤嚥性肺炎で、90歳以上の方になると、95% が誤嚥性肺炎であるとも言われています。当たり前なんですが、加齢、年を取ることは止めることができません。みんな1年に1回お誕生日を迎えて年を取っていくというわけです。ということは、年齢を重ねるごとに認知症を有する人は徐々に嚥下機能を低下していってしまう。さらに嚥下機能が加齢による影響も受けるということになってきてしまいます。で、それでは、認知症の方の嚥下障害、嚥下機能に、どのような症状が出てどのような経過をたどっていくのか、ちょっと見てみましょう。認知症のタイプや個人差があるので、あくまでも大まかな指標ではありますが、今回はこのようにまとめさせてもらいました。認知症の初期から中期では、食事が始められない、途中で中断する、ペースが速い、手を使って食事をするなど、主に先行期での特徴が低下が特徴的と言われています。末期では嚥下に使用する筋力低下に伴って食塊形成や送り込みの低下、誤嚥や窒息のリスクが出現し始めます。初期には見られなかった嚥下機能自体の低下が
現れてくるとも言われています。終末期ではさらに誤嚥のリスクが増加するとともに、無動状態になることもあり、患者様ご自身での意思決定が難しくなってしまい、食べる意思を確認できないという時が多くなってきてしまいます。まあ、このように一言で認知症の嚥下機能といっても、まあ、初期から終末期までゆっくりと何年も何年も時間をかけて低下して、進行していってしまうという方が多いかと思います。で、その、初期から中期、末期、終末期、各段階に応じて嚥下機能には差があることが言えると思います。それでは認知症だからといって初期から中期の人が嚥下食を食べる必要があるのでしょうか。果たしてそれは本人に合った、本当にご本人に合った食事なのでしょうか。もちろん患者様の状態には個人差というものがありますが、例えば認知症初期の患者様が肺炎にならないようにおかゆを食べている、それは普通のご飯、おかゆではないご飯でも大丈夫ではないんじゃないか、つまりもっと良い食形態でも肺炎にならずに食べることができるんじゃないかということです。確かに安全なおかゆを食べることで誤嚥しない、肺炎にならないといった点はクリアできていると思いますけど、まあ、適切な評価ができてその患者様個人に合った食事を提供できているとは言えないと思います。はい、もちろん誤嚥させない、肺炎にならないことは非常に重要なことだとは思うんですが、僕ら言語聴覚士に求められていることは、ギリギリ誤嚥せずに食べられる、肺炎にならずに食べられる、その患者様個人に合わせた食事形態を選択することであると思います。で、そのためにはやっぱり僕ら、日頃の評価がすごく大切だと考えています。まあ、これは、言語聴覚士に限らず、また認知症のという疾患に限らず言えることかと思うんですが、やっぱり患者様とリハビリしていく上では評価が非常に重要であると思います。まあ、そしたら言語聴覚士は日頃どんな評価をしているのかというと、まあ、もちろん嚥下機能の評価項目はたくさんあるんですが、大まかに言うとこんな感じです。これらの項目をしっかり適切に評価する必要があると考えています。で、まあ、ちなみになんですけど、まあ、僕もちょっと働いてみて思ったんですけど、これらのここに書いた項目以外の部分、まあ、具体的にどこかとかはちょっと難しいんですけど、どうしても若いセラピストと経験年数を積んだセラピストではどうしても経験による差が出てしまいます。で、そのために若い人は先輩のアドバイスをもらいながら、常にこう先輩に話を聞きながらですね、やっていくのが必要かと思います。で、それは決して若い言語聴覚士の能力が低いとか技術不足とかではないので、難しかったりとかわからないことがあれば、それはもう恥ずかしがらずに先輩に聞いてアドバイスを求める。まあ、僕なんかが言うのはちょっとおこがましいんですが、その先輩は若者の足りない経験の部分を補ってあげられるようにアドバイスをする。まあ、これが適切な評価を行う上で、評価用紙上には現れてこない大切な要素の一つになるとも思っています。まあ、それらの要素をすべて含み、適切な評価で適切な食事形態を選択することで、患者様に質の高いリハビリを提供できるのだと思っています。はい、それではひとまずこの話は以上です。で、次なんですが、次は、皆さんから事前にいただいた質問に答えさせてもらおうかと思います。で、全部で4つの質問がありますので、1つずつ答えていこうと思います。はい、
まず1つ目です。リハビリ場面などで会話が成立しないときがあると思います、どのような対応に注意していますかという質問ですが、これはまず否定しないこと、当たり前ですけど認知症を有している患者さんであっても一人の人間であることには何も変わりありません。でむしろ自分たちの人生の先輩であるという点もほぼ間違いないと思います。なので、認知症で会話が成立しない人だと先入観を持たずに、しっかりと話をする。もし仮に伝わらなかったとしても、僕らがその方に対して伝える努力を怠らないことが、怠らないように注意をして、というか心がけてですね、日々仕事をする、接するようにしています。はい、じゃあ次です。2つ目ですね。伝えたい内容が伝わっていないとき、または患者さんが伝えたいことがわからないときの対応で工夫していることはありますか？これは、言葉で、患者さんに言葉で伝えてみても、いまいち伝わってなさそうだってときに、もっとシンプルな言葉がけに変えてみるとか、大きい声でゆっくりと話してみるとか、それが無理だったら、じゃあ、所持だったら字書いてみたらどうだろう、ジェスチャーを交えてみるのはどうでしょうというように、さまざまな手段方法で、コミュニケーション取れるように、模索しながら接しています。じゃあ次いきます。はい、3つ目ですね、認知症患者様の、経口摂取が難しくなった場合どのように対応していますか？これは患者様がどのような程度の認知症の方なのかなど、個人に合わせる必要はあるかと思うんですが、もう食べられないとか、食べてもどうしても誤嚥して、誤嚥性肺炎になってしまうという方には、残念ではあるんですが、胃ろうとか低管栄養などの、代替手段をお勧めしてみるというのも、食べれない評価をするという意味での言語聴覚士の重要な役割の一つだと思っています。次ですね。次最後です。はい。認知症患者様に対してチームアプローチとして言語聴覚士ができることは何かありますか？これは、もちろん嚥下面の評価、訓練を実施して患者さんの体の状態の維持、向上を目指していくことが、やっぱり最も重要であるとは思っています。ですが、それだけではなく、認知症の患者さんは、何か言葉にできないような不安を抱えている人がいるので、その人が毎日楽しく、前向きな気持ちで過ごせるよう手助けすることも、チームアプローチの中での言語聴覚士の役割であると思っています。皆さんに、悩み事があって、それを誰かに話だけでも聞いてもらうと、もし気持ちが落ち着くように、ただ患者様の話を傾聴する、そういうことだけでも、患者様の気持ちは穏やかになるものです。はい。以上、質問に答えさせてもらいました。で、今回の発表はこれで以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。動画を見てくれた皆さんといつか勉強会などでお会いできる日が来ることを楽しみにしています。その時は画面越しじゃなくてしっかりと顔を合わせて話できればいいなと思います。今日はどうもありがとうございました。川田さん、ありがとうございました。続きまして、札幌医療科学専門学校臨床工学技士科3期生卒業の布施隆博さんです。よろしくお願いします。はい、はじめまして、北海道泌尿器科記念病院臨床工学科の布施と申します。本日は、コロナ禍の中このような機会を与えていただき誠にありがとうございます。まず私の自己紹介をしたいと思います。私は
1991年に、臨床工学科の3期生として入学しました。入学当時は、学校名が札幌システムラボラトリー専門学校で、校舎も西区の西野にありました。今回の講演で、久しぶりに当時の写真を見て非常に懐かしく感じています。私の職場ですが、札幌市東区にあります泌尿器科専門の病院で、透析ベッドは42床、透析患者さんは75名程度で、現在臨床工学技師が8名在籍しています。本日はもっと認知症を知ろう、知る、つながる認知症ケアとお題をいただきましたので、私の資格である臨床工学技師、その主な業務である人工透析についてお話ししたいと思います。それではまず透析医療の現状からお話ししたいと思います。2019年現在、全国で約34万人の患者さんが透析治療を受けていることが透析統計調査で報告されています。代わって臨床工学技師は、全国でおおよそ2万人いて、兼務している方もいますが、約 90% 近くの臨床工学技師が何らかの形で透析業務に関わっています。透析業務は、臨床工学技師にとって非常に密接な業務といえます。続きまして、透析患者さんの平均年齢の推移を示します。スライドに示すように徐々に高齢化が進んでいることが分かります。2019年現在で、約半数が70歳以上となっております。続いて、年齢別の認知症合併割合を見てみますと、75歳以上で約 24% の方が認知症を合併しているとの報告があります。透析治療との因果関係は示されていませんが、健常な方同様に高齢になるに従って増加傾向にあるといえます。はい、では認知症を合併した透析患者さんはどのような問題点があるのでしょうか。スライドに示すように、治療中の安全確保が困難であったり、透析治療の特殊性として、ワンフロアで同時に多数の患者さんが透析を受ける、この透析室で、周囲の患者さんとの関係の悪化などが考えられます。その中で今回は特に治療中の抜針事故対策への関わりを紹介したいと思います。まず透析治療中の管理業務ですが、スライドの通りに主に看護師と臨床工学技師が担うことがほとんどだと思います。施設で多少の違いはありますが、それぞれの専門業務とお互いが協力して行う業務があります。その中で特に急変時の対応や透析中の安全管理が共同作業となります。透析はシャントと呼ばれる、血管に針を2本刺して、そこから血液をポンプで循環させ、毒素や余分な水分の除去を4時間ほどかけて行う治療です。スライドのように、看護師と技師がペアで戦死して回路を接続して、透析治療を開始します。この針の太さはだいたい献血で使う針ぐらいの太さとイメージしていただければいいと思います。針が抜けないように通常はこの程度のテープ固定で治療を行っています。透析中に誤って針が抜けてしまうと、大出血の可能性がありますし、透析装置に安全機構はありますが、針が抜けた血管からも出血します。認知症の患者さんの場合、透析中にご自身で針を抜いてしまったり、急に起き上がった拍子に抜けてしまったりしたことが当院でも過去に数例ありました。そこで看護師と対策を検討し、視認性の高いネットで保護する工夫を行いました。この、ネットは、100均で売っている日焼け止めのアームカバーを利用しています。
同じようにシャントを保護した症例なんですけど、この方も同じようにアームカバーを最初に使ったんですが、この方は腕全体が覆われることがどうしても受け入れられなくて、患者さんのストレスにならないようにこの短いタイプに調整して行いました。ほんの些細な違いですが、認知症患者さんのストレスにならないよう患者さんごとに個別のアプローチが必要であると言えます。またこのような新たなデバイスの活用として、スライドのような装置の活用も積極的に行うことも重要だと思います。この装置は透析装置と連動して、針が抜けた瞬間に警報を鳴らし、透析装置のポンプを停止させて、出血の被害を最小限にとどめます。実際にこれが使っている画像なんですけど、この赤丸の中のように、この針に専用のセンサーを取り付けます。医療と工学の知識のある臨床工学技師として、このような新しいデバイスなど常に情報収集も重要であると言えます。最後まとめに入りたいと思います。認知症を合併した透析患者さんへ安全な透析を提供するために、多職種が連携して関わることが重要であると思います。具体的にはまず1つ目、ベッドの位置や担当者を固定するなど、なるべく環境が変化しないように心がけること。次に2つ目として、透析中に血圧の低下や痛み、かゆみなどがないようにケアして安定した透析を行えるように心がけること。そして3つ目ですが、本日お話しした抜針事故対策として、観察しやすい環境、常に見守れる環境、針の固定方法の工夫、新たなデバイスの提案などがあります。以上のことが認知症患者さんを透析する上で重要であると言えます。最後に在校生の皆さんから2つ質問をいただきました。はい、まず1つ目の質問です。透析中に特に注意していることは何ですか。はい、先ほどのまとめにもありましたが、急な起き上がりや自己抜針などを特に注意しています。具体的には、繰り返しにはなりますが、観察のしやすさや常に見守れる環境、針の固定方法の工夫、透析装置の警報設定や新たなデバイスを使用して抜針を早期に発見できる環境の整備です。続きまして2つ目の質問、認知症患者さんはどのようなところで関わりますか。またどのような場面で関わることが多いですか。はい、これは透析治療を受けていて認知症を合併している場合は、透析治療中であれば常に意識して安全に治療ができるように心がけています。はい、以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。宇瀬さん、ありがとうございました。続きまして、札幌医療技術福祉歯科専門学校臨床検査技師科34期生の名畑響さんです。よろしくお願いします。はじめまして、大河原脳神経外科病院臨床検査技師の名畑響です。本日はもっと認知症を知ろう、知るつながる認知症ケアと題して発表していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はじめに、なぜ認知症医療を学ぶ必要があるかについて話していきたいと思います。その中で大切なキーワードの一つとして2025年問題があります。2025年問題とは、スライドにあるように団塊の世代が2025年に後期高齢者へ達することにより、介護や医療費の急増が懸念される問題です。高齢者が増えるということで認知症になるリスクが上昇することに加え、団塊の世代という人口の割合が高い世代が認知症を患うこととなるため、認知症患者の数が問題となっています。そのため医療従事者が認知症患者と接する機会がおのずと増えることも意味しています。次に、認定認知症領域検査技師について話していきます。認定認知症領域検査技師とは、認知症を発症する多様な疾患の判別や患者の全身状態を把握するために行われる臨床検査結果について総合的に見ることができる専門家のことを指します。
チーム医療の一員として臨床に提言することや、先ほど話した2025年問題であったり、厚生労働省が打ち出したオレンジプランへの対応が求められます。認定資格の中では比較的日が浅い資格であり、現在日本で370人、北海道では12人の認定認知症領域検査技師がいるそうです。ちなみに合格すると、スライドにあるような日本臨床検査技師会の会員証のデザインが通常のものとは違う会員証が発行されます。それでは、認定認知症領域検査技師の習得までの流れや必要な単位について話していきます。受験資格は以下の通りとなっています。まず1つ目は、日本臨床衛生検査技師会の会員である必要があります。2つ目は、日臨理障害教育研修制度を修了している必要があります。3つ目は、障害教育研修制度の点数とは別に、認定資格用の単位があるので、それを50点分集める必要があります。認定資格の勉強会については、日本臨床衛生検査技師会のホームページに詳細が記載されているので、そちらをご参照ください。これらの要件を満たした上で、年末に開催される試験に申し込み、受験するという流れとなっています。コロナ禍でウェブセミナーが多く開催されるようになっているので、この機会に興味がある方は一度受講してみてはいかがでしょうか。自分が受講した際に使用した参考書がこちらです。この3冊をベースにしたほか、勉強会に参加した際にいただいた資料なども参考にしながら勉強したり、勉強したことを意識して仕事に取り組んだりし、試験に準備してきました。それでは次に認知症医療において検査技師が関わる検査について話していきたいと思います。臨床検査技師が関わる検査には大きく3つに分けることができます。血液や髄液などの検体を検査する検体検査、心電図や脳波、各種エコーなどを行う生理検査、MRI や神経心理検査といったその他の検査があります。すべてに関して説明していきたいのですが、時間の関係もありますので、大まかに解説していきたいと思います。また、当院が脳神経外科の病院なので、認知症の中でも脳血管性認知症にフォーカスした内容となっています。最初に心電図です。心電図と聞くと循環器領域のイメージが強いですが、認知症領域の検査としても大切な検査の一つです。心房細動がある患者さんでは、砂防内の左心耳というところに血栓ができやすく、それが血流に乗って脳血管内に飛んでしまうことで、脳梗塞になることもあるので、心房細動の有無を確認するのが大切です。また、認知症に伴う PTSD と呼ばれる症状に作用する緑冠酸という漢方薬を服薬することによって、低カリウム血症を起こすことがあるので、特徴的な所見をモニタリングする目的も心電図にはあります。次にエコー検査です。侵襲性がほとんどなく、得られる情報が多いことが特徴です。頸動脈では、血管内のプラークや、プラークによる狭窄や閉塞がないか直接確認することができます。スライドの左の画像では、血流にカラーが乗っていて、プラークがないことがわかりますが、右の画像では、部分的にプラークが見られるのがわかると思います。心臓では、心機能の評価や、心電図でも触れた血栓の有無の評価を行います。当院では行っていませんが、頭蓋内血管の血流評価もエコーで行うことができます。次に、検体検査です。目的の一つに、認知症症状を伴う疾患との鑑別が挙げられます。鑑別した疾患で治療できるものであれば、適切な治療を行うことで改善が見られることがあります。いわゆる、治せる認知症というものがこれに該当します。また、動脈硬化や生活習慣病は認知症や脳血管性病気のリスクに影響するので、そういった危険因子の管理や治療のモニタリングといった予防医学的な面でも有効的です。髄液検査では、アルツハイマー型認知症やプロイツフェルト薬物病のバイオマーカーを測定します。当院でも認知症疑いで受診し、最終的にプロイツフェルト薬物病であった症例があったので、覚えておくと役に立つ日が来るかもしれません。その他の検査についてです。MRI と聞くと診療放射線技師のイメージがありますが、臨床検査技師も資格上検査を行うことができます。実際に当院でも自分や他の臨床検査技師が MRI 検査を行ったことがあります。脳の形態評価を行うことや、萎縮率の評価を行うことができることから、臨床の診断において必須な検査となっています。慢性硬膜下血腫や水頭症が原因となった認知機能の低下であれば、
こちらも適切な処置を行うことで改善が見られます。神経心理検査では、脳のどの機能が低下しているのか、計算や図形の模写、一時記憶などを通して評価することができます。そのため、認知症のスクリーニングに適した検査です。最後に、アンケートについて回答していきたいと思います。質問1、臨床検査技師はどういったかかり方をするのでしょうか。臨床検査技師は、直接的なものであれば、エコーや採血などを行う際に、患者さんと関わったり、間接的なものであれば、医師に追加検査の提案や、検査技師側からの意見を臨床に反映させるといったかかり方があると思います。今後、患者数が増えることによって、また別のかかり方も増えていくかもしれません。質問に、新型コロナウイルスの影響により、今までと変わったことがありますか。当院の場合ですと、救急対応に臨床検査技師も参加するのですが、救急対応時に医療用ガウンやゴーグル、N95 マスクなどの装着品が増えたことや、バイタル測定時の発熱の有無や入院前の PCR 検査など、院内に持ち込まないような体制づくりがコロナで変わりました。また、コロナ禍で外出が減った影響なのか、出かけた先での発症よりも自宅などの室内やその周辺での発症による救急対応が多いように感じます。質問3、身内が認知症になった時の対処法。まず、忘れたことやできないことを責めないことが挙げられます。忘れることに対して一番辛く不安なのが本人なので、なるべく声のかけ方がきつくならないように気をつけましょう。本人が忘れてしまう場合もありますが、少なくともその瞬間は悲しい気持ちになってしまいます。逆に、忘れてしまうことがあっても、喜んでもらえることがあれば、どういったことに喜んでいたかを覚えておき、また笑顔になれるような環境づくりを行うのも大事だと考えます。できることを見せてあげて、積極的にお手伝いなどをやってもらうのもいいと思います。実習における認知症患者さんとの、その関わりについて、実習において患者さんと関わる際は、工事の転倒やベッドからの転落に注意して接してください。また、患者さんと話す際の声のトーンや表情、言葉の使い方を意識して取り組むと、就職して実際に現場で働く際に生きてくるのではないかと思います。質問後、臨床検査技師も認知症患者さんと携わる機会があるのですか？もしあったら検査含めどのような内容ですか？あまり接するイメージがないかもしれませんが、直接患者を検査する生理検査を行う上で必ず接する場面があると思います。その他に携わる場面としては、採血を行う際や患者の呼び出し時、病棟患者の送迎など、病院に勤めている場合だと、さまざまな場面で携わる機会があると思います。病院に行った際や、実習の際に意識してみると見方が変わるかもしれません。問6、認知症患者さんの生理検査を行う際に、注意することなどがありましたら教えていただきたいです。外来の患者さんの場合では、患者さん間違い、病棟の患者さんにおいては、AB 管や点滴などのデバイス類を外してしまう、抜挙に注意する必要があります。特にエコーを行う際は、画面に目線が行くので、時折患者さんの方を見るなど、意識して注意する必要があります。慣れない環境に置かれることで、不安になる患者さんもいるので、声掛けや環境作りに配慮するのもいいと思います。以上で発表を終わります。質問や認定資格について聞きたいことなどがあれば、先生や経流会の役員の方に伝えていただければ、回答しますので、お気軽にご相談ください。ご清聴ありがとうございました。永田さん、ありがとうございました。続きまして、札幌診療福祉専門学校精神保健師科1期生の川崎康代さんです。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。医療法人護風会札幌公設病院地域連携支援室にてソーシャルワーカーをしております川崎です。本日は認知症を知ろうということで、認知症治療病棟を受け持っているソーシャルワーカーの関わりについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まず私が所属している病院の紹介を簡単に行いたいと思います。札幌市清田区にて
地域の基幹病院として、思春期から高齢期まで、また精神科救急をはじめ、広く急性期や慢性期に至るライフステージに応じた心の医療を提供しております。8つの病棟があり、450床の病床を有しております。そのうち認知症治療病棟は2つで110床となっております。一人一人の治療計画に基づき、多職種による協力体制のもと支援に取り組み、それぞれの個性や症状に合った援助を心がけております。認知症高齢者に向けての取り組みとして、認知症専門外来と重度認知症デイケアも併設しており、認知症の周辺症状の治療、生活支援を行っております。平成29年4月に認知症疾患支援センターが開設され、地域の医療・介護サービス、関係機関との連携を図り、地域の認知症に係る専門医療機関として対応をしております。医療相談窓口として、私の所属している地域連携支援室は、11名の精神保健福祉士と1名の事務員がおります。病院の外観はこのようになっております。自然に囲まれ、四季折々を感じられる静かな環境となっております。続いて、当院における PSW の業務についてご説明いたします。相談業務を中心に、入退院の調整、多職種とのカンファレンス、福祉サービスの調整などを行っております。すべて重要な業務ではありますが、私は入院時のインテークを丁寧に行うよう心がけております。精神科には自分の意思とは違った形で受診、入院をすることになった方も多く、人権侵害が起こる可能性も十分あり得るため、本人の思い、家族の思いなど関わっている人たちから話を正確に聞き取り、医師へ伝えることが重要だと思っております。情報収集や課題整理、退院後に安心して地域生活が送れるように環境を整えることなど、多職種によるチーム医療において福祉職としての専門性を考えながら日々の業務を行っております。現在私は認知症治療病棟を受け持っております。積極的な退院支援を行う中で、家庭内トラブルや複雑な家族背景から自宅に戻ってきてほしくない、ずっと病院に入院させてほしいと希望される家族との関わりについて悩むこともあります。家族へは病気についての理解を求め、受け入れてもらえるように、関係調整を行い、ご本人の望む生活が送れるように支援を行っております。認知症高齢者に関わる中で、意思疎通が難しい患者さんとの関わりで大切にしている視点についてお話しさせていただきます。まず一つ目が、理解したい、理解しようと思い関わることが大切であり、表情や行動の変化に基づき、変化に気づき、さまざまなサインを汲み取っていく必要があります。2つ目に、本人の状態を十分にアセスメントした上で、支援者側が分かりやすい説明を心がけること。3つ目は、本人はどうしたいのだろうと常に考え、今までの暮らしを知ることが大切であり、関係する人たちと本人の人生観や価値観を十
十分に情報共有し、職種チームで支援を行うこと。4つ目が家族への説明、家族の思いに配慮を行うこととしております。続いて地域生活支援で重視していることについて。1つ目が本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう様々なサインを汲み取ること、本人を理解していくことが大切です。2つ目が本人の思いをチームで共有し、支援者優先に生活が決まっていかないよう本人家族の思いに寄り添うこと。3つ目が個々の課題を把握し、高齢単身者の社会的孤独と社会への視点を大切に環境へ働きかけを行うこと。私たちは退院後に安心して地域生活が送れるように医療関係機関との調整や連携の重要性を理解し、その橋渡しの役割を担う専門職でもあります。地域の関係機関と連携をスムーズにするため、情報交換や研修会などに参加し、顔の見えるつながりを大切にしております。最後に、認知症高齢者との関わりの中で大切にしてきたこととして、まず一つ目が、誰もが認知症になる可能性があり、身近な問題として捉える。安心感や信頼感を持てるように、本人の理解力に応じた説明を心がけ、自己決定の尊重にこだわった実践を行うこと。二つ目が、認知症があってもなくても自分の人生を自分らしく生きたいという思いに寄り添うこと。三つ目が、本人の変化に合わせて支援する視点を持ち、少しでも良い状況につながるよう環境調整を行うこと。四つ目が、認知症の人の意思決定支援、終末期、孤独死、在宅ケア等の様々な問題について、PSW として考えるべき課題が多く、実践を通して課題に向き合い続けることを大切にしております。これからも精神科病院で働くソーシャルワーカーとしての役割を考え続けていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。川崎さん、ありがとうございました。続きまして、函館臨床福祉専門学校介護福祉科16期生の佐藤武弘さんです。よろしくお願いします。認知症ケアについて話し合う西野学園卒業生の佐藤武弘と言います。職種は介護福祉士です。今日はよろしくお願いします。まずは自己紹介からしていきます。私が勤めているところは、東南の函館市特別養護老人ホームシンフォニーというところです。シンフォニーでは認知症のケアの一つとして、クモンの学習療法というものに力を入れ取り組んでいます。今日の発表では、主に学習療法について説明を行っていきます。では本日の流れとして、まず学習療法とは何か、学習療法についての説明を行い、次に当施設が学習療法を取り組んできたことや成果などを発表し、学習療法のさまざまな利点なども話していきたいです。そして最後に一言二言を伝えていきたいと思います。それではまず学習療法とは何か説明します。知っている方や知らない方、実際に施設で取り組まれている方もいると思いますが、このウェブ研修をきっかけに知っていただけると幸いです。学習療法とは、基本2対1で行う30分ほどでできるもので、簡単な問題や文章の音読など、教材を利用して
認知症高齢者との認知症高齢者とスタッフがコミュニケーションを取りながら行う非薬物療法です。簡単な問題を解いているときに脳の前頭前野が最も活性化されることが実証されており、難しい問題をひたすら解くのではなく、楽しくコミュニケーションを取りながら簡単な問題を解くことが学習療法の特徴です。では学習療法で活性化する前頭前野とは何か、画面の画像を見てください。脳の前側の一番大きな部分を指します。前頭前野は思考や創造性を担う脳の司令塔であると考えられており、また老化に伴う機能低下が早く起こる部位の一つでもあります。日常生活を送るにあたり、前頭前野が担っている主な働きが、思考する、行動を制御する、コミュニケーションをする、意思決定する、感情を抑制する、記憶をコントロールする、意識・注意を集中する、注意を分散する、やる気を出すの9つの働きがあります。次に前頭前野を活性させる例と活性化しない例を紹介します。こちらの画像、脳画像で赤くなっている部分が脳の血流が良くなり活性化している状態です。活性化する例として、簡単な計算、本を音読しているとき、数を数えているとき、楽しくお話をしているときなどです。あまり活性化しない例として、複雑な計算をしているとき、一生懸命明日の予定を考えているとき、クラシック音楽を聴いているときなどがあまり活性化していない例です。学習療法は前頭前野が活性化する例をもとに考えられて作られています。次に学習療法で使用する教材について、学習療法では主に計算問題と文章の読み書き、数字盤を用いたコマ並べがあります。教材のレベルとして、音読教材ともに音読計算ともに A1A6 B1 から B6 C1 から C6 があります。一人一人に合った簡単にスラスラ解ける問題を提供します。音読教材では、簡単な単語からことわざ、民謡の音読、一つレベルが上がると会話文、昭和時代の暮らし、道具、仕事、出来事などの音読と、見写し書きや、さらにレベルが上がると、優しい文学作品の音読、読み取り、漢字、言葉の書きがあります。音読は高齢者が昔を思い出して話題にしやすいものが多いです。計算教材では、数小から10までの足し算、足し算と引き算、引くと掛け算があります。こちらが実際の音読教材となります。こちらが実際の計算教材となります。数字盤1から30、1から50、1から100があります。こちらが実際の数字盤となります。ではどんな効果があるのか。前頭前野の活性化。前頭前野に関わる能力が活性化して、話す言葉が明確になります。次に精神状態の安定。学習療法を行っていると、継続的に褒められることが多く、自身の存在が認められていることが認識でき、精神状態の安定が図れます。次に認知機能の改善。学習療法認知症高齢者は、実施してない人に比べて認知症の判定検査の点数が維持もしくは向上しています。より具体的な例として、笑顔が出てきた、表情が穏やかになった、自分の意思を伝えられるようになった、積極性が出てきた、被害妄想がなくなった、昼夜逆転がなくなった、などなどがあります。
次に入居者以外に介護職員への様々な利点があります。職員と学習者との信頼関係の構築、コミュニケーションの時間を取ることによりその人の過去や思いを知ることができ、尊敬の念が自然と芽生えてきます。また介護スタッフが興味を持って話を聞いてくれていると認識することで信頼関係がより強固なものとなります。観察・報告力の向上、利用者と向き合う時間を作ることにより観察力がつき、気づきをケアに生かすことができます。また学習療法を日報に起こし、ケア提供者全員に共有することにより利用者の人なりを理解しやすくなります。他にも学習療法を導入している施設同士の交流にもつながります。実際に北海道内の導入施設が集まり、意見・情報交換を行います。他の施設がどんな学習療法のイベントを行っているか、どこに力を入れているかを事例で発表したりと、とても参考になります。今では施設同士でイベントを行うところもあります。最後に、今回のウェブ研修をきっかけに学習療法に興味を持ってくださった方、もっと知りたいという方がいましたら、現在はコロナ禍で難しいですが、コロナが収束しましたら、当施設はいつでも見学対応を行っています。今日みたく学習療法の説明だけではなく、実際に行っているところをぜひ見ていただきたいので、よろしければ連絡ください。本日はありがとうございました。で、質問。で、あと、いくつか質問をいただいたので、それについて答えていきたいと思います。まず、コミュニケーションを取る際に注意することは何ですかという質問に対して、まず当然ですけど、まず同じ目線に立ち、目を見て話すこと。そうすることで、向こうもコミュニケーションを取るというスイッチが入ります。他にも、相手のことをよく知ること、その人で今まで生きてきて、聞いてほしくないことや話したくないことがあります。既往歴などを見て、事前に知っておくことで、防げる不安などもあるので、しっかりその人を知ることが大事だと思います。次に、認知症のある方に対して、身体的なケアをする際に気をつけていること、大切なこと。認知症の強い方、特に寝たきりの方などは、暑さや寒さ、痛いところ、苦しいところがあっても伝えることが難しいため、早期発見、細かくチェックするように努めることが大切だと思います。あと、異常の仕方がやっぱり体の大きさが違うので、体の大きさが異なると思うので、その時は間違った異常をしていないか、自分じゃわからないことが多いので、人に見てもらって修正したり、一番は無理せず2名や3名で対応するのがおすすめです。次の質問が、認知症のある方と接する際に工夫していること。先ほども話しましたが、まずその人を知っていくことで防げる不安があります。例えば夜間帰宅願望やあったり、同じことを訴える、例として大声で明日のご飯を炊いていない、帰らなきゃなど何回も教室から出ては戻るを繰り返す方がいます。今日はもう遅いので明日の朝帰りましょうや、ご飯を炊いてもお米は炊いていますなどの返答だけだと、まあ、その時は納得するんですけど、本人同様の訴えが続くことが多いです。なので声掛けでどれだけその方の意識を変えられるかです。例えば米炊いてないと言われたら、米は炊いていますよ、付け足しとして、明日のご飯は〇〇さんの好きな〇〇も出て、味噌汁もしっかりありますからね、こういうふうに伝えると本人の中で、あ、
朝ごはんを作らなきゃから、明日の朝ごはんが楽しみだから寝なきゃに変わることもあります。結構成功する例なので、まあおすすめです。次に最も多い問題とその対応方法。最も多いと思うのは歩行状態が安定しない方で立ち上がり、読歩が多い方です。対応方法としてまず職員をその方にマンツーマン対応をつけ、その方の足筋力強化に努める。読歩が安定するまで付き添う。日中マンツーマン対応で足筋力強化に努めると、まあ、疲れが溜まって夜はぐっすり眠れるようになります。立たせないのが一番事故を防げますが、ADL は下がりますし、何よりお互いストレスが溜まります。疲れてもないから夜寝られず、コールが重複して、対応が間に合わず、検討につながったりしてしまうので、長い目で見ると、最初に言った対応の方が絶対いいと思います。認知症のある方のケアで一番苦労したこと、体験談などはありますかという質問に対しては、まあ、働いているときは認知症の強い方がいて、その人は日中比較的落ち着いている方なんですけど、夜間専門が強くて、夜寝る準備をして教室にて横になると、豹変してしまう方でした。一度部屋にこもると、私を誘拐した、ここはどこだ、誰も信用できない、部屋に入ってくるなと、体力もあり、力もある方だったので、力もある方だったんですが、歩行状態は安定しているわけではなかったので、こう眠くなるまで1、2時間付き添い、傾聴対応で一人について対応していることが多かったです。本当に辛い時は職員交代対応を取っていましたが、その方の対応が8年間働いてきた中で一番きつかったです。次の質問が、徘徊の対応で気をつけていること。一番はもちろん転倒です。二番目は自立、転倒の危険性が低い方はなるべく自由にしてもらうことです。何回も繰り返す方に何度も同じ注意をしていたらお互いストレスが溜まってしまうので、よく人の教室に入ったりフロアを出てしまう方もいます。そういう時は出て行ったのが分かるように入り口に鈴をつけておく。出て行ったのが分かったら他のユニットの方にも協力を仰げるので、教室に入ってしまう方にはマンツーマン対応をつけたり、教室の入り口にノックをして返事があったら入ってくださいなどの紙を貼ったり、いろいろ行います。次、最後の質問が、認知症のある方と接する際に必要な予備知識。まず決めつけないことが大事だと思います。一人一人対応は違いますし、認知症の種類や進行状況によって症状が違います。事前にその方の認知症の種類、進行状態を知っておくことが必要だと思います。知っているだけでやっぱり対応する方も余裕ができると思うので、認知症の種類、進行状況は知っておくことがおすすめです。以上、質問、答え終わりました。佐藤さん、ありがとうございました。続きまして、札幌医療科学専門学校歯科衛生歯科2期生の林田明子さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。私は西野学園歯科衛生歯科第2期卒業生の林田明子です。今回の講演では認知症ケアということですが、私は卒業後、歯科衛生士として臨床で勤務し、訪問歯科などでも認知症の方と関わってきました。その後は、ケアマネージャーとして勤務し、現在は主任ケアマネージャーで、認知症の方を多く担当してきております。
認知症というと介護職員さんや医師や看護師さんが関わっているイメージが強いかと思いますが、実は認知症の発症や予防と口腔内は非常に関連性が高いということが注目されております。認知症患者さんと歯科衛生士の関わりについて学生さんからの質問に回答していく形でお話ししていきますが、はじめに歯科衛生士というお仕事について簡単にご紹介させてください。歯科衛生士の主な仕事内容は診療補助、予防処置、保健指導を主軸として行っています。歯および口腔疾患の予防や改善のための医療行為を行う国家資格を取得した専門職です。歯や口腔をはじめとした健康づくりをサポートしています。厚生労働省では80歳まで20本以上の自分の歯を残すことを目標とした8020運動や、高齢者になっても自分の歯で美味しく食事ができるようオーラルフレイル予防を推進し、国全体で口腔ケアの意識が高まっています。認知症ケアとしては特に口腔ケアを通じて関わりが深く、接触嚥下機能の維持改善や義歯を使用する場合などでサポートする場面が多いお仕事です。続いてですが、今述べました口腔ケアと認知症についての質問から回答していきます。認知症患者の口腔ケアにおいての注意点、認知症の種類や段階によっても症状は様々なので一概には言えないのですが、まずは本人の口腔ケアの現状を確認し、日頃からどういったことができていて、どのようなことは難しいのか判断することが大切です。痛みなど、主訴についても訴えることが難しい方もいらっしゃるので、本人から聴取が難しい場合は、日頃から関わっている家族やヘルパーさん、ケアマネさんなどを通して情報提供していただき、把握しておくことも良いかと思います。認知症の症状により手の震えや筋肉のこわばり、動作が緩慢になるなど、パーキンソン症状のある方や注意力が散漫になっていたり、指示や誘導を具体的にしてもらわないと物事を計画的に実行できないという症状もあるので、そういった本人の症状を見極めて、確率的抽象的な口腔ケアになるのではなく、その患者さんに合った個別性のある指導になるように注意しましょう。具体的には本人のペースに合わせて、無理をせず意思を尊重しながら行うことが大切なので、楽な姿勢に配慮したり、言葉だけでは簡単なことは理解ができても複雑なことは難しいことがあるので、視覚に訴えるような分かりやすい媒体を使用したり、一緒にブラシを持って行うなども良いかと思います。また、早いうちに達成できそうな低い目標を設定して、少しずつ進めていくことで、成功体験を積み重ねていき、本人の意欲を引き出してあげることも効果的です。続いて、2つ目の質問です。歯科衛生士が注意すべき認知症患者への接し方。基本的な対応として安心感を与えてあげるような対応をしてください。目線の高さを合わせてゆっくりお話しするようにしましょう。先ほども述べましたが、こちらのペースに巻き込むのではなく、本人のペース、意思を大切にしてください。認知症の周辺症状で作話やできていないことをできていると発言するなど取り繕うことがあります。本人の中ではできているという認識ですから、否定的な発言で自尊心を傷つけないように配慮してください。歯科に対して負の感情を抱いてしまうと、それ以上の介入が困難になってしまう場合があるので、本人にとって心地よい環境づくりに心がけてください。思いや訴えを引き出せるよう本人の話を傾聴して、信頼関係を構築していくことが大切です。また認知機能の日内変動がある場合があります。
日内変動とは、1日の中でも症状に波があることを言いますが、ぼーっとしやすい時間と、はっきりしている時があったり、疲れが溜まってきて、夕方から不穏状態、精神的に不安定、怒りっぽい、抑うつ状態などを指しますが、そういった状態になりやすい方もいらっしゃいます。そういった本人のサイクルを観察することも大切です。この日内変動が顕著な方もいらっしゃるので、日頃の様子がわかる方から状態を聞き取り、診療時間を調整し、工夫をするなど配慮すると良いと思います。では3つ目の質問です。認知症の方に起こりやすい口腔内の問題点は、もちろん個人差はありますが、認知症の発症リスクは残存指数と明らかに関連性があると言われています。歯を失い、入れ歯を使用していない場合、歯が20本以上残っている人や、歯がほとんどなくても入れ歯により噛み合わせが回復している人と比較して、認知症の発症リスクが最大 1.9 倍になるという調査結果も出ています。噛むことによって脳の血流は良くなりますし、神経回路を通じて脳への刺激が送られることは確かです。もし歯の喪失が進んでいるのであれば、インプラントや義歯を使用することで脳を活性化することは可能ですし、今残っている歯をしっかりと残していくための治療やケアが大切です。では次に行きます。歯科衛生士が認知症予防のためにできること。前のスライドでも触れましたが、認知症リスクと残存指数の因果関係は明らかになっています。また、近年の研究では、歯周病菌と認知症の関連性があるのではと言われています。おのずと歯科衛生士の皆さんが行う保健指導、口腔ケアが認知症予防に効果的で必要性が高まっています。歯を1本でも多く残すことと、咀嚼を含めた口腔機能を維持することが、認知症の進行を緩やかにすることにもつながります。重ねて認知症が進んでいくと、さまざまな事柄に対して拒否が見られたり、馴染みのない人と接することで不穏になったり、介入に時間がかかることもあるので、双方の意味合いでも早めの歯科が介入していくことが大切です。また、認知症が進行していくと集中力が続かなくなったり、今まで大好きだった趣味をしなくなったりなど、さまざまな事柄への興味や関心が乏しくなって、一日中寝ていたり、ぼーっと過ごしている場合があります。そのため、予防や進行抑制には、周りが意図的に会話やコミュニケーションを取るなど、刺激になることが非常に大切です。現在、コロナの影響で、人との関わりが希薄になっています。他者との会話や交流による刺激がほとんどなく、より認知機能の低下が懸念されます。必要最低限の病院受診や外との関わりが医療従事者がほとんどという方もいらっしゃいます。そのため、歯科衛生士の皆さんは少しでも刺激になるように感染予防対策をしっかりした上で、目を見て話しかけて、より多くの交流を持ってもらいたいです。では、最後の質問に行きます。認知症の方に歯科衛生士としてできること、口腔ケアや関わりについては先ほどの質問でも述べさせていただいたので、地域包括ケアシステムと認知症施策についてお話しさせていただきます。地域包括ケアシステムとは聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、簡略化させていただくと、高齢化が急速に進んでいる中で、自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、さまざまな支援が一体的に提供できる体制を、国で2025年をめどに構築することを目指しているシステムです。その中で、認知症高齢者の増加も見込まれることから、地域包括ケアシステムを基盤とした新オレンジプランが平成27年に策定されています。こちらは、
医療の現場、介護の現場などそれぞれが分断された個別の対応ではなくて、医療・介護だけでなく地域や関係機関と有機的な連携を図り、適切な治療やサービスが提供できる循環型の仕組みを構築することを目指しています。認知症の方を取り巻く環境がチームとなって支えましょうという仕組みです。認知症は進行性の疾患です。発症すると一生付き合っていく必要があります。進行状態に合わせてその時々の状態に最適な対応が受けられる環境を提供するために、各専門職が連携しながら関わっていくことが非常に重要で、口腔機能の向上が認知症予防につながる可能性が高いと言われている中で、歯科衛生士についても他職種や関係機関との連携が求められています。適宜その方の状態に合った対応を早期に行うことが大切です。これは連携の一例ですが、歯科でいうと対応している中で変化を感じた場合は、ご家族やケアマネージャーさんと情報共有をしたり、接触演技機能の低下が見られた際に、本人やご家族はもちろんですが、言語聴覚士さんと食事形態について相談したり、それにより栄養面で懸念がある場合は、主治医や栄養士さんと共同したりする場合があります。また、筋力低下などで十分なブラッシングが困難な場合は、リハビリスタッフと相談したりなどの連携が考えられます。認知症の方はそういったチームワークの中で支えられているので、歯科衛生士もその一員を担っているという自覚を持って、他職種や関係機関と共同していきましょう。病院であればソーシャルワーカーさん、在宅や施設であればケアマネージャーさんを中心に専門職の担当者などが集まって本人についての現状の情報共有をしたり、今後の治療や支援についての方向性などを検討したりするための会議を開催しています。こういった場にも参加する機会があれば、積極的に参加していただきたいです。それぞれの専門職でなければ気づけない視点があるので、新たに気づいた点や今後想定し得る状態があれば、受け身ではなく、自ら他の専門職にアプローチしていく姿勢を持っていただけると良いと思います。それでは、私からは以上になります。お聞きいただきありがとうございました。林田さん。ありがとうございました。以上で講演会を終了いたします。